真っ赤なユニフォームに身を包み、ノムさんが東京ドーム見参です。今日熱戦の火蓋が切られました第74回都市対抗野球大会第2試合、これからお伝えします。東京都調布市のシダックス対東海地区愛知県豊田市のトヨタ自動車の顔合わせ、東京ドーム、この後午後2時開始予定です。さて、まず両チームここまでのプロフィールということでご紹介したいと思います。まず一塁側のシダックスです。こちらは東京都の予選を勝ち上がって3年ぶり5回目の東京ドーム進出となりました。91年に軟式野球部と創部したチームを93年から公式にしてキューバチーム、その代表チームにいた選手たちなどを加入させて3年ぶり、今回が5回目の都市対抗野球、そのシダックスを率いますのが画面中央にいらっしゃいます野村克也監督です。野村克也監督が怖いと言っていたトーナメント、しかもその初戦、どんな采配となるんでしょうか。その野村監督率いますシダックス、予選の成績をご紹介しています。東京地区は1次予選がクラブチームでありまして、シダックスは2次予選から3連勝で第一代表ということになりました。特に一番右の防御率 1.04、 エースの野間口投手が初戦の東京合戦、2回戦の鷺宮製作所戦、いずれも好投してチームを東京ドームに導く見事な活躍を見せています。対しますのは三塁側、こちらも激戦区です。東海地区を勝ち上がってきました豊田市の豊田自動車、こちらの方は1947年に創部しています。 OB にあのスワローズの古田選手などもいるんですけれども、ここに来て4年連続のこの都市対抗野球出場、ついに10回目2桁の出場回数ということになりました。その豊田自動車、こちらも予選の成績ご紹介しましょう。まあ、東海地区はまず予選のリーグ戦が行われて、その後決勝トーナメントに入りました。長丁場になりましたが6試合、決勝トーナメントに入ってからはトヨタは全試合白星が続いて激戦区の第一代表、見事に井の一番で東京ドームの切符を東海地区から勝ち抜いてきて手にしたこのトヨタ自動車です。そのトヨタ自動車を率いますのが画面こちらの広瀬寛監督、去年までは川島克治監督のもと助監督を務めていましたが、今シーズンから自ら監督として采配を振るいます。さて、この両チームの対戦、1回戦屈指の好カードとご紹介してもいいのかもしれませんが、今日の試合果たしてどんな結末となるのか、この放送ですけれども、放送席の解説には現在の NTT 東日本、元 NTT 東京の野球部、現役時代はピッチャーとして、そして引退後は監督としてもご活躍されました森二郎さんを招きして実況加藤二郎でお楽しみいただきます。森さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。非常にですね、一般のファンの方も、それから我々みたいなマスコミなんかも注目しているカードだと思うんですけどね。そうですね、まあ、本当1回戦で当たるにはもったいない、そうですね、好カードですね。はい、まあ、戦力的な部分もちょっとね、ざっとご紹介しましたけれども、まずシダックスなんかの方はですね、はい、まあ、森さんも東京地区ということでゲームをご覧になる機会多かったと思うんですが、そうですね、一応全試合見ております。はい、で率直に今年のこのシダックスいかがなんでしょうか。隙のない野球になってますね。なるほど。ですから、まあ、オーソドックスな攻め方ですけども、はい、やっぱりチャンスを確実にものにするということで、うん、あとはエースの野間口君ですか、はい、それがピシャッと抑えると。なるほど。そういう野球ですか、隙のない野球をやってますね。はい、じゃあその隙のないというシダックス、今日は先行になってますけれども、スタメンなんかもご紹介したいと思います。まあ、シダックスの方は補強選手3人を加えたんですが、スタメンにはそのうちの1人をエントリーしています。正田から始まります。藤沢は去年優勝したイスズのキャプテンです。4番のキンデラン、5番のパチェコ、キューバナショナルチームでオリンピック3回を経験しています。坂田も扇の要として期待の選手、キャプテンの松岡が7番、そしてラストの野上が鷺宮製作所のキャプテンということで、このラインナップの中では唯一の補強選手、先発ピッチャーは予選も大車輪の働きをしました野間口が第1戦の先発です。さて、その鷺宮製作所の方ですけれども、はい、まあ、なんと言いましてもエースナンバーの野間口投手が、はい、まあ、今年実際
春先からですよね。そうですね、春先はやっぱりあの大事に使ってましたけども、はい、まあ、あの静岡大会で優勝しまして、その辺から野村さんの野球らしさっていうんですかね、野村監督の野球の下向きさというか、その辺がチームの中に浸透しだしまして、その辺から一気にやっぱり充実してきたみたいですね。ですかね、まあ最初はヤジを飛ばすにしても応援団と変わらなかったのがようやく野球らしくなってきたとは野村監督の発言でしたが、その力が浸透してきたというシダックスが一塁側、今日は先行となっています。さてそのシダックス、そしてトヨタ自動車、これから両チームの選手たちがグラウンド上に勢ぞろいということになるんですけれども、ともに力のある激戦区の予選を森さん、今、ね、一番でね、あの毎年東海地区は必ず好成績残してますんで、そこの第一大将ですから、まあ、野間口君に劣らずですね、川橋君も、防御率1点台ということで非常にあの僅差の勝負になるんだと思いますね、今日の試合は、ですから一つのミスですね、それが命取りになるような感じがします。両監督そして両マスコットガールががっちりと握手をして、まもなくプレーボールの時を迎えます東京ドームです。都市対抗野球本大会初見参の野村克也監督、この野村監督見ようと一般のファンの方はネット裏の席はもう超満員、応援席もどんどんと両チームの応援団が埋め尽くしているところです。ご覧のように2階席でね、上もびっしりですからね。昨年もあの豊田さん、大監修を入れましたんで ね、実績がありますんで、まあ、今日もね土曜日しかも ね一番そのカード的にも、曜日的にも、非常に お客さんが集まる、そうですね、環境があると思うんで、ね、まあ、第2試合ですから、さあそしてそれでは1回の守りということになりますけれども、まずはトヨタ自動車の方が守りについています。守りご紹介しましょう。ファーストがこちらの鎌田直樹選手、セカンド俊足の佐野です。ちょっとこれ画面の影になってしまってます、ごめんなさい。ショート鎌田圭司選手です。サードは大内選手から補強の渡辺です。外野続いてご紹介します。外野レフトはご覧のように昼間の対策ということでサングラスしてます。 JR 東海の4番補強選手の青山、センターはルーキー PL 出身の平石、そしてライト水谷という顔ぶれ、キャッチャーは今年トヨタの正捕手になりました小川、こちらがライトの水谷です。そして先発ピッチャーですけれども、これも何か皆既月食のようになってしまいました、ごめんなさい。こちらです、先発ピッチャー森さんからお話ありましたがトヨタ自動車のこちらもエース、そうですね、大黒柱ですから、まあ、この川岸投手です、社会人2年目、去年もこの東京ドームのマウンドを経験しています。まあ、彼も予選は野間口投手以上にですね、そうですね、あの完封2試合やってます、まあ、もう1試合も完投してますので、まあ、気持ちで投げる投手ですから、なるほど、非常に気合い入ってるんじゃないですかね、野村さん相手ですから、さあその川岸の投球練習も済んで間もなくプレーボールというところで、これから東京ドーム両チームの関係者によります始球式が行われます。両チームの応援席からも大きな拍手が送られました。三塁側のトヨタサイドはこれ少年野球やってる子供さんなんでしょうけど、そうですね、いいボール投げましたね、いいボール投げましたね、ストライクで、ねえ、2030年ぐらいのドラフト1位かもしれませんが、見事な活躍であちらこちらから声をかけられています。さてシダックス野村克也監督の都市対抗野球本大会初采配となります今日の試合です。さあ先発ピッチャー川岸投手、予選の成績、まあ、森さんからもお話いただきましたがご覧のように、まあ、申し分のないという成績になってます。そうですね、まあ、ヤマハと東邦ガスという去年の都市対抗を経験したチームを予選でいずれも5安打に抑えて完封、まあ、一番こうキモキモのゲームでかなり、ね、広瀬監督が、ね、トーナメントを使ったようですが、ね、まあ、第一大将もですね、あの準決勝の時に、あの指に右の親指に、ね、打球を当てて、だいぶ腫れたらしいですけど、まあ、気力で
ですね、大賞、第一大賞になりましたので、はい、球審小山さんのプレーボールの声がかかりました。シダックスのはトップバッターこちらです、ライトの正田、まあ、2年目ですけども今年一番成長した選手じゃないですかね。なるほど、その正田選手が成長したというのはどの辺でしょうか。やっぱり確実性が出てきましたよね、センター中心に、うん、あ、なるほど、はい、で今もそうですけども、はい、ファーストストライクからですね、うん、どん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 積極的に打っていくようになりましたね、はい、まあ、5月に行われたベーブルース杯では首位打者賞を取りました。その辺が自信になってるんじゃないですかね、うん、非常に。さあその成長著しい正田対川岸です。まあ、対してこの川岸投手、ご覧のように上背は173センチ66キロなんですが、この辺フォームなんかをご覧になったピッチャーご出身の森さん、いかがですか印象は。そうですね、もともと大学時代から、まあ、サイドハンドで、まあ、非常にボールのキレが勝負の人間ですから、はい、ただやっぱり立ち上がりどうしても慎重に行こうとして、はい、ちょっと緊張しているような感じがしますからね。ですかね、はい。まあ、この川岸先発について、まあ、広瀬監督はうちはいつも前日にしか先発ピッチャーに言わないんですと言ってましたが、腹の中ではずいぶん前から決めてましたと言ってました。正田の当たりが右中間伸びていきますが勢いがありません。ライトの水谷、ワンアウト、先頭正田を打ち取りました。マウンド上先発の川岸、ちょっと先頭の時に多少緊張感もというお話していただきましたが、これでまた変わりますか。そうじゃないですかね。で、まあ、逆に川岸君ですね、はい、やっぱりこの1番から3番までの日本人ですね、はい、まあ、キューバの2人の前にランナーを出さないようにすればいいピッチングが期待できるんじゃないですかね。なるほど。白瀬監督も、はい、特にこの2番藤沢君と3番の入江君ですか、はい、を非常に警戒してましたんで、試合前ちょっとお話聞きましたら、まあ、その辺は十分逆にミーティング等で、はい、叩き込まれてるんじゃないですかね。まあ、今藤沢選手の予選の成績ご覧いただきましたが、ただこの選手は去年ね、いすゞのキャプテンとして都市対抗優勝してましたね。そうですね、実績はもう十分ですから。ですからね、はい、ご覧のようなプロフィールです。いすゞ自動車自体も、まあ、キューブということになりましたが、藤沢はこのドームに帰ってきました。その藤沢の当たりがレフトへライナーで伸びていきます。ただこれもフェンスまでは距離があります。レフトの青山が抑えて2アウト。その抑えなくてはという、まずは要注意人物のうちの1人目、この藤沢もちょっとね、ちょっと甘いボールだったんですけどね、はい、まあ、ちょっと立ち上がりなもんですからボールがちょっと高めに浮いてますね、うん、はい、ただ捉え損ねて藤沢レフトへのフライです。そして3番のこの入江、まあ、この入江選手がこちらも予選ではご覧のような数字になっているんですが、こうずっとね、こうシダックスの打線の中で中核というかですね、はい、まあ、これまでもそうですね。そうですね、はい、まあ、非常に何て言うんですかね、正田君と同じで、はい、センター中心に打ち返してますんで、うん、それがバッティングちょっと変わったですね。あ、今までは引っ張り専門だったんですけども、その辺がある意味野村イズムなんでしょうか。うん、じゃないですかね、多分、うん、その辺は徹底的に叩き込まれたんじゃないかと思いますね、はい、逆方向へ打つバッティングが全員ですね、ですか、心がけてるみたいですね。まあ、そのあたりがこの東京ドームでもシダックス見られるんでしょうか。ファールになります。この入江選手も宇都宮工業から中央大学を経て社会人、早くも9年目になりました。今ベテランですよね。ですね、はい、まあ、一昨年は東京ガスに補強されるような経験もしています。真っ赤なうちわが揺れてます、シダックスの応援席。では川岸投手立ち上がり、森さんのお話通り小川選手キャッチャーの構えとは違うところ、ね、そうですね、逆に、逆球にちょっとなってるような感じがありますね、はい、まあ、ここ3人で抑えたいところじゃないですかね。そうすると落ち着くんじゃないですかね。なるほど、
まずは無難にこの1回しのぎたいマウンド上の豊田川岸です。粘る入江、小川今度外、これも中に来た。さあこれはどうかな、ライトまで飛んでいって見上げた、入江の先制アーチ、川岸失投を捉えられてしまいました。今大会の第2号シダックス先制、ホームイン、1対0とシダックスが先制しました。でも森さんにお話していただいた川岸投手の立ち上がりの失投といいますか、そうですね、まだボールが高いですよね、外角構えてますけど、はい、インコース真ん中行きましたもんね、ね、はい、で塩田藤沢はそれを、打ち損じてくれたんですけどね、入江はしっかりと捉えました、打ってくださいというボールになってますね、はい、やっぱりベルトよりちょっと高いですから。さあそしてシダックス打線ツーアウトですが、キューバナショナルチームで4番を長く打ち続けたこのオレステス・キンデラ、はい、キューバの選手2人の選手ですね、やっぱりナショナルチームで実績もありますし、はい、今日こういう風な大観衆ということで非常に燃えるんじゃないですかね。あ、なるほど、となるとちょっと怖いかもしれませんけど、ね、詰まってます、セカンドフライです。これで3アウトになりましたが、シダックスは3番入江のソロホームランが飛び出して、まずは幸先のいいスタート、1回の表1点を先制しています。さて初日の第2試合、これから1点を追います、トヨタ自動車の攻撃が始まろうとしています。それではトヨタ自動車の方のスタメンもご紹介したいと思います。今年こそ初戦を取りたいというこのトヨタ自動車、第1戦シダックス相手にご覧のラインナップを敷いてきました。2番の平石が左、そして3番王子から補強の渡辺も左です。そして DH の広瀬英作も左、7番の水谷も左ということになっています。ラストの鎌田選手も左ですね。そうですね、この辺左を揃えてきましたこの広瀬監督です。さあ相対してシダックスの守りご紹介してまいりましょう。ファーストはこの中島です。セカンドは5番を打ちますキューバ人プレイヤーのこのパチェイコ、ショートはこちらの失礼サードですね、サードがこちらキャプテンの松岡です。そしてショートが先ほどご紹介あったイスズ、昨年優勝の立役者藤沢、レフトは先制アーチの入江です。センターは鷺宮製作所から補強の野上、ライトがトップを打ちます正田、キャッチャーはシダックスの顔の一人です、この坂田、そして先発ピッチャーがこちらの野間口貴彦、関西創価高校から一旦創価大学に進学したんですが、そうですね、中退してですね、その後シダックスへ来た、去年の終わりに入りまして、実質今シーズンということになりましたが、予選は、森さんにもご紹介いただきましたが2試合東京ガス鷺宮、この強豪チーム相手にこの数字、素晴らしかったですね、今は鷺宮の初回に1点取られただけというと、ですね、はい、東京ガス戦は内海投手との投げ合いという感じだったんですけども、この野間口はいいピッチングをして、逆に内海を味方打線が捉えてね、そうですね、内海君もいいピッチングしてたんですけど、どうしてもちょっとやっぱり怖がってましたよね、打線はね、その辺の差じゃないですかね。なるほど。さあその野間口がトヨタのトップ佐野と相対します。まずは初球やや沈むような球から入ってきました。森さん、この野間口投手がですね、今年こうやって活躍してる、もう春先なんかからもね、実戦かなり投げてますが、どの辺が一番いいんでしょうか。やっぱり非常に若いんですけども、コントロールが非常にいいんですよね。ストレート変化球ともですね、今のスライダーもそうですけど、はい、ですから安定感というんですかね、はい、その辺がすごいある投手ですね。確かに大崩れしないですよね、はい、確かにボールも150キロ近く投げますし、これもバットの先っぽパチェイコ、
ワンアウトです。今なんかも外いっぱいぐらいですか。そうですね、うん、ギリギリですよ ね、 ですね、はい、非常にコントロールがいいですよ、うん、これがピッチングフォームです。183センチ85キロというこの野間口、若干ちょっとあの肘が若干下がる時があるんで、その時を注意しなきゃいけないんじゃないですかね。そういうぐらいですね。代わって打席2番社会人1年目同志社出身の平石。平石が初球を打っていきました。センター懸命にバックしていく野上。野上見えてるか、追いつきました。初球攻撃だったんですが平石大きなセンターフライです。思い切って初球から行ったんですけどね、まあ、いいことだと思うんですね。新人ですし、もう高級質だということで、はい、でここまで行きました。しっかり野上選手も打球の行方追ってました。そうですね、はい、ツーアウト。トヨタサイドは何かあっという間にツーアウトという感じですが、ここからクリーンアップ。3番を任されているのが大地選手でもクリーンアップを打ってます、この渡辺悟。そうですね、大地選手の4番バッターですね、はい、まあ、予選でもホームラン打ってますし、はい、長打力もある、あの東海地区ではやっぱりあの強打者ですよね。そうですね、はい、まあ、トヨタ自動車は冒頭でお伝えしたように第一代表ということで、井の一番に東海地区の場合5人選べると。そうですね、はい、はい、でこれ広瀬監督も言ってましたが、本当にいい選手取れたんだ。そうですね、あの投手を含めてですね、はい、あのこれ以上ない補強ができたんだと思います ね、 はい、ヤマハから左右のエースと、そして何かあった時用にキャッチャーを。そうですね、でチームの4番を打っているこの渡辺と、次も青山。そうですね、あの昨年打撃賞を獲得した、はい、でホームラン3本打った、そうですね、青山ですね。戦争に厚みを加えてこの東京ドームに乗り込んできましたトヨタ、まあ、去年は自らのチーム大地選手でこの都市対抗ベスト8まで勝ち上がりました渡辺です。今みたいあの関東不利なところも平気であの変化球でストライク取れるんですよね、はい、なるほど。フォアボールから崩れることはまずないですか。その野間口、これも低め、パチェコ、この辺が見せ場。どうだ、セーフです。ファーストこぼしてます。記録はちょっとやっぱりあの年齢的にパチェコ の、はい、あの守備があエラーですか、はい、あの非常にちょっと気になるところだと思いますね、はい、他はあの、ね、非常に洗練されてるんですけども、はい、まあ、今それが出ましたね、はい、まあ、これ今ご覧いただきましたけど H のランプヒットですね、これ内野安打ですね、はい、失礼しました。セカンドへの内野安打、まあ、パチェコもそれこそ全盛期であればっていうような感じだったわけですね、うん、そうですね、はい、さあそしてこちらが森さんからお話しいただいた去年この都市対抗で大活躍しましたね、はい、ホームラン打ちました青山です。で昨年度の外野部門のあのベストナインです。そうですね、はい、社会人がね、はい、年間通じてのベストナインに選ばれました、ね、はい、まあ、去年は川手千葉戦で2本、そして NTT 東日本戦でも1本、ね、はい、見事な働きを見せました。その3本も含めてこの青山自身東京ドームでは過去5本のアーチを描いています。非常にあの補強で来てチームに合流してから、はい、合流してから非常に好調なことをあの広瀬監督さんが言ってましたので、うん、そこは期待してるんじゃないですかね。ですね、まあ、ホームランソロホームランで1点を先制されたトヨタ、まあ、そのホームランが期待できるようなバッターが打席に入ってます。青山ショートゴロです。藤沢自分でベースを踏みました。3アウト。トヨタはランナーを出しましたが野間口の前に0、1回終わって1対0とシダックスが先制しています。さあそれではここで両チームのキャプテンインタビュー、まずはシダックスの松岡敦史キャプテンのインタビューからご覧いただきましょう。5月のベーブルース杯優勝してからずっと公式戦負けなしで東京都の予選も3連勝でしたけども、はい、今考えて勝因はどの辺だったんでしょう。
勝因はやっぱりピッチャー陣が、よく抑えてくれて、坂田、あとキャッチャーの坂田を中心に守りの方で、失点することが少なかったんで、それで結果的に打線の爆発を待てるようになったんで、それがやっぱり大きな勝因だと思いますね。はい、そしてこの本大会なんですけど、やっぱり監督さんもいらっしゃいますし注目度高いんですが、実際にやる方はプレッシャーどうですか？いやでも、やっぱ社会人野球ちょっと衰退して、チームも減少している中でね、やっぱりこれだけ期待されて注目されているっていうのは本当、なかなかないことだし、すごい光栄に思ってるんで、やっぱりその注目されている中でね、こういう大舞台で、どれだけ力を出せるかっていうのもね、選手としてもそこをこう試すっていうのはすごい嬉しいことなんで、はい、そこに負けないように頑張りたいと思います。個人的に松岡さんはこの赤いユニフォームのドーム初めてですよね？はい、そうです、はい、個人的な意気込みと、あとチームこの辺見てほしいというのは、最後カメラ向かってお願いします。そうですね、ちょっと赤いユニフォームを今年監督が変わったのと同時に変わったんですけど、やっぱり多分野球も新しくなっていると思うんで、そういうところ、勢いづいたところをね、見せたいと思いますので頑張ります。シダックスの松岡キャプテンインタビューをお聞きいただきました。そのシダックス、松岡キャプテンは守りが、今年の好調につながっているという話をしてくれましたが、その守りを援護するべく攻撃陣、この回は5番のバチェイコ、見上げる2本目シダックス、野村シダックスホームラン攻勢でリードを広げます。今度はアントニオ・パチェコがバックスクリーンの右へ放り込んでいきました。2対0。先ほど守備の方では年齢もという話をしていただきましたが、はい、打つ方はまだパワー健在ですか？まだやっぱり集中力ありますね。予選でも3本ですかね、打ってますけども、一番逆に好きなコースですね。ズボに投げちゃいました、はい、真ん中にしちゃいましたね。でも初回もそうでしたけれども、今の1球を見る限りでもやはり川岸投手がまだ投げきれない、まだそうですね、逆球が多いですよ ね。打席6番のキャッチャー坂田、初球から行きましたがファーストゴロ、ワンアウトです。そうそうコースに決まればですね、はい、沼口君に打たれて、そんなには打たれないと思うんですけどね、ちょっとやっぱり真ん中寄りに集まってますね、はい、ボールが。先ほど紹介したように早々に先発を決めたという川岸がホームラン2本で2点を献上しています。トヨタ、そして打席に先ほどインタビューをご覧いただきました松岡です。まだ真ん中に集まってたんですね、ボールがね、今キャッチャーも首振ってましたけども、はい、早く本来のピッチング取り戻してほしいですね。ですね。ああぶつけちゃいました。川岸は帽子を取ります。松岡選手も変化球だったんですが当たりどこ悪かったんでしょうか？そうですね、ちょっと脇腹ですから相当痛いんじゃないですかね。心配そうに小林、斉藤両コーチが松岡の元に駆け寄りました。そのデッドボールシーン横からですが、避けてはいるんですが、確かにその脇腹、そうですね、ちょうど一番防御できないところですからね。そうですね、そんなにこう鍛えてもいないですし、はい、まだ若干痛みが残っているようですが、腰の上ぐらいの感じじゃないですかね、はい。先ほどもご紹介しましたがシダックスに移籍してから自分のチームシダックスで都市対抗東京ドームくんが初めてというこの松岡、プリンス時代もやっぱりいい選手だったんですからね、はい、気分になったプリンスで最後に、ね、キャプテンされてましたね。そうですね、はい、かなりこう痛いようですけども、ここはキャプテンぐっと噛み締めて、さあ試合再開となります。ワンアウトからデッドボールで松岡が歩きました。下位打線に移ります。8番のこの中島、これまた川岸投手は森さんランナーを背負っちゃって、そうですね、ですね。で先ほどからお話していただいているようにキャッチャー小川の構え通りに来ない
来ないですね、ボールが。まあ、さっきもしね3人目の入江選手も1回、まあ、あそこで抑えてれば落ち着いたんじゃないかと思うんですけど、あそこでホームラン打たれましたんで、ですね、まだちょっと動揺してるんじゃないですかね、でこの回もいきなりガツンでしたからね、はい、ファルです。これ森さんピッチャーご出身ですけども、はい、これこれだけポンポンと1回も2回もそれをホームラン打たれちゃってる、でこれ川口投手が次立ち直るきっかけとすればどういうこと考えられますか。やっぱりまずあれじゃないですかね、コースに丁寧に放るっていうのが一番大事じゃないかと思うんですよね。なるほど、はい、まずはその辺のピッチャーの意識と。そうですね、力で押すんじゃなくてですね、まあ打ち取るというか打たせて取ると。なるほど、そういうふうに切り替えると非常にコントロールもボールも生きてくると思うんですね。まあ、これだけの大観衆なんで、そうですね、力みがあるんじゃないですかね、だいぶ張り切りたくはなりますよね、はい、ましてや相手は今大会注目度ではナンバーワンというシダックス。こちらが中島選手、予選3試合東京予選での成績です。まあ、この中島選手もベテランの部類に入りました。高校、大学、いずれも甲子園や、そして神宮の舞台も踏んでいます。ツーツーです。まだ今のもあれですよね、はい、打ち損でるがいいですけども、まだね、危ないボールですよね。そうですよね、一つ間違えればっていう気もしますが、はい、これ森さん、トヨタの方は次のピッチャーというのも考えておかないといけないですか。まあ多分おそらくでも白瀬監督、川岸と信じしようとしてるんじゃないですかね。なるほど。さあこれは当たりが緩いぞ、左バッター、あーっと思わぬ形で守備が破綻、ヘッドスライディング松岡、エラーのランプが灯っています。これでまあ当たり緩いんで2つはどうかと思いましたが、まあ、1つは確実ですね、やっぱりアウトにしなきゃいけないですね。ですね。悪送球サード渡辺のエラー、これでワンアウト1、3塁と傷口広がってしまったところで広瀬監督が早々にマウンドに行きました。かなりこう早いタイミングで、まあここは落ち着かせるためにもですね、ミスが出てますんで、まあいいタイミングで行ったんじゃないですかね、タイム取りに行ったんじゃないですかね。かなりこうハキハキとした口調で広瀬監督が選手たちに劇を飛ばしたという感じです。ね、さあ川岸は思わぬ形でまたピンチが広がってしまいました。1、3塁、トヨタの方はそんな厳しい前進守備を敷かずにここをしのぎきるようです。ちょっとゲッツー体制に入ってます ね。ラストを打ちます、この鷺宮から補強の野上。一応鷺宮では、まあ、トップ打ったり、はい、4番打ったり、そうですね、はい、まあ、東京の中では好打者ですよ ね、はい、野村さんの采配からいくとオーソドックスに多分打たすと思いますね。 ですか、はい、あまり細かいことをしたりというのは考えにくいと。まだしないですね、はい、まあ、その野村監督あえて鷺宮製作所の中軸も打てる野上をこれ9番に置いたらその9番とかにチャンスが来ました。そうですね、この、もともとちょっとセンターがですね、はい、2チームで弱かったもんですから。これはまたデッドボールですか。そうですね、右に肘か手に当たってしまいました、はいはい、なるほど、そういう意味でセンターを補強したわけですね、はい、ただこれ川岸投手は思わぬ形でまたね、そうですね、ちょっと荒れてます ですね。ソロホームランがあって、そしてデッドボールがあって、エラーがまたデッドボール、ね、はい、パターンとすれば悪いも悪いも一番悪いパターンですね、さあそして逆にシダックスのは一気稼いでいけるかどうか。そうですね、まあ、今年成長株の翔太君トップ戻ってますから、はい、シダックスとしてはここでやっぱり大量点取りたいところじゃないですかね。なるほど、ここ森さんまだ2回と早いですが序盤の大和をご紹介していいですか。そうですね、やっぱりここで抑えるか、はい、追加点取るか、それによってやっぱり、試合の流れが大きく左右すると思います、さあ野村監督一気に流れを引き寄せられるかどうか。
内野ここもおっとっとっと逆球、やっぱ逆行ってますね。これ当然川岸投手もここが山場というのも感じてる部分もあろうかと思うんですから、やっぱり抑えようとして力が入ってるんじゃないですかね。その辺が力みとか、はい、まあ、打たせるっていうのが一番いいと思うんですけどね。初球も逆球、今度は小川内側に大きく構えます。さあこれはダブルプレー取れるか、4、6、そして一塁転送アウト、川岸踏ん張りました。しかしこの回パチェコのホームランでシダックス1点追加、2対0となっています。さあピンチをしのぎ切りましたトヨタ自動車。それではトヨタ自動車の桑原大輔キャプテンのインタビューをここでお届けしましょう。トヨタ自動車今年からキャプテンもそれから監督も変わりましたけど、今年のチームどの辺が魅力ですか？一段と若返って、個性あふれる選手が数多くいますので、みんな、グラウンド中を一生懸命走り回って熱いプレーをしてくれてます。その熱いプレーで激戦区東海地区第一代表でしたね。そうですね、初の第一代表なんで、喜びもあるんですけど、ドームでの、勝つっていう責任感も増えて、はい、これは本音でお聞きしたいんですけど、相手チームが注目度の高いノムさんのシダックス、この辺トヨタの選手はどう感じてるんですか？かなり熱くなってます。じゃあその熱いハートで最後今大会の意気込みお願いします。優勝と言いたいんですが、まずは一戦一戦頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。トヨタ自動車の桑原大輔キャプテンの声を聞いただきました。その桑原キャプテンですけれども、補強選手も入って今日はスタメンを外れてますので、一塁コーチャー役としてチームを盛り立てます。で盛り立てるということで言えば、山間をよくねダブルプレーで、そうですね、まだまだチャンスが出てくると思いますので、ですね。さあそのトヨタ自動車の2回の裏の攻撃が始まります。この回5番を打ちますファーストの鎌田直樹。森さんもピッチャーご出身ですが、はい、野間口投手も1点取ってなおもワンアウトフルベースでもうちょっと手入るかなっていうのは正直は分かったんじゃないですかね。ですか、はい、でそこが取れなかった時の今度ピッチャー心理はどうですか？その辺は若いですけども、非常に冷静ですので。そうですか、はい、であればそんなに心配ないですね。心配しないと思いますよ。確かにこういう緩い球をうまく使ってます、はい、で一塁へ。なかなか味のあるピッチングを見せています。やっぱりこの実戦に強いタイプのピッチャーじゃないですかね。なるほどね、はい。関西創価高校が初めて甲子園出た時、野間口が全試合完投してベスト4まで導きました。そうですね、準決勝まで行ってますね。ですよね。あの時も非常に注目された投手ですから、はい、さあその野間口攻略なるんでしょうか。打席6番の広瀬と変わってます。広瀬 A さん、そのコントロールのいいピッチャー相手ということになりますが、今度トヨタサイドの攻略の糸口ですね。やっぱり絞り球をですね、はい、やっぱり絞っていくっていうことも大事なんですかね。狙い球ですね、はい、狙い球をどう何にするかですね、それは球種で絞るんですか？本来的には球種よりコースがいいと思うんですけども、コントロールがいいですから、はい、やっぱりコースでやっぱり行った方がいいような気がしますけどね。これはどん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 切れていきます。お客さんいっぱいですね。こちらは一塁側、ね、シダックスの応援席、外野席もトヨタの方はいっぱいということで、この放送席にも今年もオイル部分は届くんでしょうか。去年もちょうど土曜日のこの2試合目という時だったと思うんですけれども、そうですね、はい、自重工と本田鈴鹿という、ライバル業種対決の試合でオイル部分が出ました。ただそんな満員の観衆の前でも全く慌てることがありません野間口、はい、非常に落ち着いてますね。そうですね、淡々と淡々とという感じです。無理がないんですよね。普通ですとやっぱり若いと三振取りたくなると思うんですけども、やっぱりその辺は、はい、野村監督の教えだと思うんですけども、まず打たせるって取るというような、実質的に145から550ぐらい出ますから、ボール自体も生きてくるという。なるほど、
ですのでこの140キロ台前半から半ばぐらいでもバッターの体感速度は結構速く感じるんじゃないですか ね、はい、力みがないですから。そうですね、150キロ。今場内も電光掲示板にその数字が記されてどよめきました。いいボールですね。コースもギリギリですもんね。ここは落としていきました。球種も結構持ってますよ、はい。カーブ、スライダー、フォークと、はい。三振取るときはフォークボールで、三振取りに行きますね。今なんかそうなんですね、はい。ただ予選好調だった水谷はそれに手を出しませんでした。お、野間口一つ首振った。また落とす。当てるのが精一杯。藤沢が前に来る。一塁アウトです。野間口この回もトヨタ打線をゼロに抑えてます。東京ドーム2回終わりました。2対0です。野球で幸せな人生をここまで送らせてもらったんだから恩返しがしたいと野村克也監督は一肌脱いでこの社会人野球シダックスの監督に就任しました。もともと今日もベンチに入っている志田勉会長とは少年野球を通じて面識もあったということで去年はキャンプの臨時コーチを務め今年は監督としてシダックスを都市対抗野球この東京ドームまで導いています。そのシダックスが2点をリードして3回に入ります。打席2番の藤沢から。さあ3回入りましたが川岸投手が立ち直りの兆しを見せるのか。そうですね、先ほどのゲッツーですね、ピンチをゲッツーでしのぎましたんで、はい、そろそろ本来のピッチングしてほしいですね。いい当たり、ショートのグラブをかすめるようにレフトの前に行きます。まだちょっとあれですね、やっぱりボールが今も真ん中に入ってきましたね。本来であればあのピンチでダブルプレーこれ乗ってきっかけかと思うんですが、そうですね、真ん中ですもんね、今も。藤沢が今年の都市対抗自身初ヒット。おそらくここはまあ入江君3番ですけども、バンドで送るんじゃないですかね。初期ホームラン打ってても、はいはい、キューバー勢に期待するんじゃないですかね。なるほど。予選では、はいはい、こういうケースでノーアウトで3番入江君バンドで送ってますので前半はやっぱりオーソドックスに行くんじゃないですかね。なるほど。予選を見る限り野村采配ここはバントの確率高そうです。1球目に関しては気配がありませんでしたね。先ほどホームラン打ったからあなるほど逆にあれですかね、行けと、かもわかんないですね、でしょうか。それとも1球目はあのように相手に様子を見るからですかね、はい。さあこの辺の野村采配強行していく。ただ今度は距離が出ていません。センターの平石です。その予選なんかでは多用した硬い野球をここはしませんでした。しなかったですね、やっぱりさっきホームラン打ったというのもあったんでしょうか。まああとはあれじゃないですかね、一発を期待してたのかもしれないですね。長打ですね、はい、まあ、左バッターにはサイドハンドなんで有利ですから ね、はい。ワンアウト一塁でキューバ人選手が続きます。オレステス・キンデラ、あそこはやっぱりキューバの選手が一番弱点じゃないですかね、インハイが。なるほど。先ほどもあのフライ、あそこのインコースのインハイですよね。まあ、予選もこんだけ打ってますんでトヨタの方も当然研究してるとだと思いますね、ただ森さん、あの怖いのは川岸投手が今日見られる投げ損ないですよね。そうですね、また同じとこ構えてますが、まあ、今ぐらいコントロールがついてくれば大丈夫だと思いますけども、この内側の高めを有効に使いたいトヨタのバッター。まあ、外れ強気に首振ってますね。今度は大きく外へ。おお、ストライク。ギリギリですね、あそこが持ち味じゃないですかね。なるほど。川岸投手本来のスライダーですね。この後キンデランが思わずジャッジに声を出しました、
さあこれでまた内側に戻すんでしょうか。もう一個外、バットの先、これファールになりましたが、あそこもでも届くんですね。やっぱり外人リーチ長いですから、まあ、最終的にはインハイで勝負したいんじゃないですかね。なるほど、ここが届きます。キンデラ、まあ、キューバチームの4番バッターとしてバルセロナ、アトランタ、シドニー3回のオリンピック経験して2回の金メダル。お、もう一個外か。5球目今度はストレートで外してきました。この辺なんかは森さんが言ったその内側への布石でしょうか。だといいんですけどね。まあ思い切って勝負できるかどうか、はい、なるほど。外が3つ続きました。お、内側に今度寄ったぞ。6球目ランナースタート、キンデラ打ち返す。ファーストランナーノンストップで3塁へ、3塁1塁。今も真ん中入りましたね。ですね。構えは森さんの話通り ね、はい、いいんですけどね、やっぱり逆になってますね。まだ勝負球がね、はい、でその甘い球キンデランは捉えました。まあ藤沢もスタートを切ってましたんで一三塁とチャンス広がりました。そしてそのビッグチャンス到来でシダックスノーは5番、第1打席でバックスクリーンの右ホームラン打ってるパチェコ健三となりました。第1打席ではバックスクリーンの右へパチェコが失投をしっかりと捉えて持っていきました。やっぱりこのチャンスの時のキューバ選手ってのはすごい集中力ですよ ね、 ですね。ここはちょっと、苦しいと思いますね、これあの2回以上の山って感じですか。ですね、はいはい。まあ、2回1点取られた後のワンアウトフルベースはダブルプレーでしのいだんですが、ここもトヨタ内野陣ショートセカンドはダブルプレーに備えます。初球は外へ、ご覧のような守備体系、まあ、これショートセカンドピッチャーがモーションに入るともうちょっと下がります。パチェコが一気に流れを持ってくるのか。ノーツー、一塁側のシダックスサイドはかなりご機嫌な応援が続いてます。ちょっとガチャピン君、これ視野が狭いみたいですね、これね。応援団が呼んでたんですがなかなか見えてませんでしたが、さあノーツー狙いごろか。この球、悔しがるパチェコ。これバッテリーはもうこれ、まあ、セカンドのベースは空いてるんですが、貯めるよりはということで、やっぱり勝負ですよね、はい、当然、はい、2つボールが入ってますが勝負にはいってます。ただまだピッチャー不利のワンツー。また小川内側に寄った、中に来たか、これダブルプレー取れるか。6、バウンドが跳ねている、自分でベースを踏んだ、またまたダブルプレー。トヨタ水打ち際で内野陣がよく守ってます。やっぱり今のコースがちょっと苦しいですなと思いますね、はい、3回表終わっています。2対0シダックスがリードしています。野村監督率いるシダックスの波に飲み込まれそうなトヨタ自動車、3回の表もダブルプレー、パチェコを川岸が打ち取りました。まあはい、ピンチをしのいでますんで、なんとかやっぱりトヨタとしては、この辺でチャンスをつかみたいですよね。2回ピンチでダブルプレー、はい、まあ、これ一つ間違えばもうワンサイドになってもね、そうですね、おかしくない展開ですよね、はい、ただこちら野村監督は押し切れません、まあ、送りバントもしない攻めの姿勢を見せたんですが、ホームラン以外の得点がないシダックスです。打席はキャッチャーの小川がこの回の先頭です。8番からの攻撃、まあ、今年からレギュラーになったみたいですけど、はい、すごい急成長したみたいですね。ですね、まあ、ご覧のような予選での成績ですが、まあ、小川選手に関しては広瀬監督もサードライナー、松岡がグラブの中に収めました。まあ、広瀬監督期待の小川というところだったんですが、インタビューもご覧いただいた松岡がこのプレー、
唯一野間口くんのボールの中で、はいはい、ちょっとキレがないのが今のカーブなんですよね。ほう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 、はい、それをまたどう打つかっていうのも、まあ、そこを狙っていくのも手だと思いますけども、まあ、スライダーがコントロールいいもんですからね、全体スライダーの多いんですけど、はい、割合としてはね、はい、打席ラストショートの鎌田圭司149、まあ、バックの守りも冴えてます。ラックス野間口、はい、やっぱり早いですね。早いですね、はい、であの緩いカーブが110キロ台前半ですか、はい、まあ、40キロ近くね、いよいよ差がありますからね、ですからね。147、これも厳しいとこ投げます。あの非常にテンポがいいですよね、高級テンポね、はいはい、これもテンポよく3球目。今のがスライダーですね、スライダー、はい、これはコントロールが非常にいいですから、どうなんですか、左バッターのあの辺の膝元近くっていうのはなかなか打ちづらいんじゃないですかね、その打ちづらいところにうまく投げました野間口。帽子は汗で濡れていますが、ただスイスイとここまで投げてます。まっすぐファーストゴロ、中島です。ツーアウト。ここまで内野安打1本だけという一回り野間口。そして二回り目に入ります。トップの佐野、まあ、二回り目に入ってきましたので、そうですね、なんとかやっぱり攻略したいですよ ね、ですね、今のボールですよね。なるほど、あの場合はちょっと甘いボールだと思いますので、はい、確かに今も高めに来ました、はい、ただ割合として少ないわけですね。少ないですね、はいはい、もう一個来た、そういった途端に聞こえたんでしょうか。また続けてきました。必要にタイミングをずらすことを知ってますよね、はい、ですね、まあ、カーブ狙ってないと2球続けて投げてますからね、まあ、この辺はキャッチャー坂田のリードも冴えてるようです。で緩い球2つで追い込んだ後にまっすぐ、この今三振取りに行ったんじゃないですかね。なるほど、はい、ちょっと力みもあったでしょう。力みあったですね、はい、ただこの坂田が懸命に若い野間口をリードしてます。入社以来毎年補強も含めてこの東京ドームに来ている坂田です。緩い球、結局ここもカーブを打たされてライトフライ。大会初日の第2試合序盤3回終わりました。2対0とシダックスのリードが続いています。4回の表、トヨタ自動車のマウンドに先発の川岸の姿はありません。ここで2番手が登場です。広瀬監督、2番手はヤマハから補強しました、このサウスポーの加藤投手、加藤達夫投手を持ってきました。東北福祉大学ではベイスターズに行った吉見投手なんかの影に隠れて、まあ、なかなか、ね、出番は少なかったんですが、社会人で頭角を現せました。そうですね、ヤマハのエースですから、はい、左のエースですから。でそのヤマハのエースを出したところでキャッチャーも変えました。広瀬監督、キャッチャーも同じくヤマハの正捕手、補強選手のこの松尾を起用してきました。そうですね、おそらく、はい、まあ、加藤君、はい、鈴木君と、ヤマハの、2枚看板、なるほど、をつないでくるんじゃないですかね。この辺はバッテリーをそっくり入れ替えるという手立てを取りました、この広瀬監督。結局川岸投手は2つのダブルプレーもあったんですが、何かこう兆しをつかむ前に、そうですね、納得いかないで降板になってしまいましたね。ですね。さあ対してシダックスは正捕手こちらの坂田からこの回の攻撃始まります。序盤の方は2対0、まあ、ホームラン2本によるシダックスのリードですが、まあ、トヨタの方もバッテリーを変え、そして三塁側の応援席も、三塁側だけじゃなくレフトスタンドもいっぱいになった応援席が、まずこれ森さん、よく守りから作っていくリズムというのもあろうかと思いますが、はい、やっぱりここで
3回までですね、毎回ランナー出してますんで、はい、やっぱり3人で終わらせたいという。なるほど、はい、そうするとやっぱりリズム逆にですね、流れがやっぱりトヨタの方に行くと思いますので、はい、中田君ここで頑張ってですね、3人で終わらせてほしいですね。一つキーワードはその三者もファールになります。まあ、ただこの打席の坂田選手も入社1年目でいきなり都市対抗の若実証、そうですね、あの大活躍しましたね、ね、1年目から、はい。まあ、それ以来チームが敗れた時でも毎年この東京ドームに来ています。まあ、やっぱりあのキャッチャー出身の野村監督にだいぶ鍛えられたんじゃないですかね。ですね。空振り、高めのボール気味の球をここは振ってしまいました坂田。見逃せばっていうところですが、ボールですね。これでも森さん、あのシダックスサイドもですね、はい、あれだけチャンスがありながらまだホームラン2本の2点だけ、やっぱりちょっと嫌な雰囲気だと思いますよ。ありますか。はい、ホームランだけですからね。ですかね、はい。打席は先ほど脇腹にデッドボールながら守備ではいいプレーもありましたキャプテンの松岡。シダックスサイド野村監督は何かメモを取りながらですね、奥がシダックスの志田勉会長、まあ、総監督ということでベンチの中に入ってらっしゃいます。今は外です ね、 そうですね、まあ、本来的な投手としてはあの高さにあの集まってくればですね、長打を食わないと思うんですよね。うん、ですね。まあ、去年は自らのチームヤマハできて試合の対戦が決まってしまった後ですが、この東京ドームのマウンドも経験しています。そうですね、この加藤、はい、これやっぱりあの前年1回でもマウンド踏んでる踏んでないって違いましょうか。やっぱり違うんじゃないですか。うん、なんですかね、まあ、あの都市対抗の前に、ドーム練習ありますけども、はいはい、やっぱりこのお客さんが入っているのと、ね、あれでは違いますからね、練習では、はい、そういう意味では自身2度目のこの東京ドームのマウンドファールです。まあ、ヤマハは今年も、ね、東海地区有力候補だったんですが、まあ、昨年第一代表ですし、ですね、まあ、当然代表に出てくると思いましたね。ですから静岡が出ないというのは、はい、そうですね、そう何十年ぶりという話ですからね、と思いますよね。まあ、チーム数が減りましたけども、はい、まあ、静岡地区も、ね、古くは大正和製紙から八尾藩もそうですし、川井もね、休部しましたので関東自動車なんかもなくなってしまいました。うん、そうですね。で、まあ、東海地区に統合されてあの東海地区になりました。そうですね、はい、一本化されました。うん、結局8球目、三者凡退というキーワードを挙げていただいたんですが、なかなか流れ変わりません。対してシダックスサイドはこれワンアウト一塁で下位打線ですが、あの今日あれですよね、はい、先ほど藤沢君走らせたり、入江君打たせたりですね、はい、ノーアウトで、うん、積極的な再開をしてますけども、はい、まあ、バンドをやるかもわかんないですね。なるほど。序盤は予選とはまたちょっと違った攻め方、はいはい、初球から行きました。レフトの青山です。今日はどんどん打たせてますね。そうですね、どんどん打たせてるっていう目論見はどの辺なんでしょうね。やっぱりあの相当自信持ってるんじゃないですか。打線が好調だっていうことだと思いますね。なるほど。その攻めの姿勢が結果に結びつくのかどうか。打席は野上、ラストバッターです。まあ、ラストバッターですが、さっき、ね、森さんからお話していただいたように鷺の宮で4番打ったこともあるバッターですから、はい、力ありますよ ね、 ですね、はい、息は抜けません。緩い球狙っていったんですが
切れます。まあ、自らのチームではキャプテンも務めています、この野上。まあ、シダックスサイドは懸命の応援が続いています。なんか外野もあれですね、両方シダックスもだいぶ入れてきましたね。2階席もだいぶ入ってきましたね。本当ですね。まあ、文字通り超満員になりました、この東京ドーム。今日から始まりました都市対抗野球。ご覧のようにこれはシダックスサイドのこれ上のスタンドですね。そうですね、まあ、トヨタの方はもう、ね、ほとんど満員ですから、また今年またですね、去年に続いて大入り満員、大入り袋が出ようかという感じですが、ですね、でもありがたいことですよね。本当ですね、はい。まあ、大会初日からですね、はい、これだけのお客さんが来てくれるということは、うん、三遊間を破っていきます野上。これで毎回安打。そうですね、毎回チャンスですね。毎回チャンス、本当ですね。なかなかこのスナックスサイドがトヨタの目論みである守りからのリズムっていうのを作らせません。そうですね、はい。さあ、回でご覧のように2塁1塁ツーアウトながらチャンスを作りました。今日はまだいいところない。そうですね、翔太と翔太選手、翔太選手も左バッターですが、左あまり苦にしないですよ。そうですか、はい。うん、となると期待が持てます。はい、まあ、ちょっと、まあ、加藤君もちょっと真ん中寄りの今、野中君に打たれましたけど、ね、はい、やっぱり打線の破壊力というか、その辺のプレッシャーっていうのは結構感じてんじゃないですかね。その辺が投げ損ないにつながってると、はい。ただなんとか2失点で踏みとどまってるトヨタ。この回からバッテリーをそっくり入れ替えた広瀬監督、ゼロでしのげるかどうか。詰まってます、なかなかあと1本は出ません。なかなか追加点が取れません。シダックス4回表を終わって依然として2対0です。今日から熱戦がスタートしました第74回都市対抗野球初日の第2試合です。この試合に先立ちまして行われました開幕戦オープニングゲームも1点を争う攻防となりましたが、結局 NTT 西日本が昨年と同じく三菱重工長崎との初戦競り合いを制して2回戦進出を決めています。この NTT 西日本と次に当たるのはどちらのチームか。シダックス対トヨタ自動車、満員の東京ドームから元 NTT 東京野球部監督森次郎さんのお話を交えてお伝えしています。さあ、なんとか踏みとどまっているトヨタに対して野間口投手は好投が続く中で、この回まあ、2番からですからです、ね、やっぱり先頭バッター出したいところですね、はい、トヨタとしてはその期待が集まります。この入社1年目の平石、フォークから入ってきました、はい。予選はルーキーながら激戦区の東海地区で大暴れしました、この平石、ね、4割以上打ってるということは立派な成績ですよね、ファール自打球です。まあ、今日夏の甲子園も決勝を迎えてますが、 PL で3年の夏キャプテンとして夏の甲子園準々決勝、はい、あの松坂を擁する横浜高校と延長17回の死闘を演じた時のキャプテンです。そうですね、はい、まあ、特に松坂世代ですか。そうですね、はい、まさに同志社でもキャプテンを務めてこのトヨタに入りました。空振り、なかなか合わないっていう感じの首をかしげ方見せましたが、いつこの三塁側の応援席が沸き立つんでしょうね。そうですね。ツーマン追い込まれてます。空振り、今のフォークですね。なるほど、フォークで入ってストレートでカウント整えて最後がフォーク、フォークですね、うん。
ただこれ三振は初めてですね、ですからやっぱり省エネじゃないですけども、やっぱり打たせて取ってる、なるほど、はい、勝つピッチングとでもご紹介しましょうかね、さあ代わって打席大地の渡辺です。大地から補強の渡辺、まあ、トヨタ本当あの、はい、ヒットではなくてもですね、あのフォアボールでもで、ね、なかなか出ないですけども、やっぱり塁に出てチャンス作っていかないと、やっぱり野間口君のペースに入ってきますね、ますます、ね、とにかくここまでこの渡辺の第一打席のセカンド内安打だけですから ね、 そうですね、まだランナーを出したのはわずかに1人、ただそれでもなんとか崖っぷちで守りが踏ん張って、まだ点差は2点です。ワンツー、まあ、先ほどは守備でエラーもありましたが、それをバットで取り返せるかこの渡辺。ファールです。まあ、二回り目に入って、まあ、これ森さんね、これ序盤の時に野間口投手、ある程度こうコースなんかを絞って攻めてもいいんじゃないかという話をしていただきましたが、何かそういった二回り目に入ってから対応策を講じているような雰囲気はあまりないですね。空振り、2者連続三振。やっぱり今もう坂田君が外が見えてないっていうのを見て、その前のですね、ワンツーからのボール空振りして、はい、またもう一球行きましたね、同じところ。打席の中で感じ取ったものを生かしたわけですね。そうですね、うん、まあ、そこへまた投げられる野間口君がやっぱり大したもんだと思いますけどね。そうですね、はい、確かに。ツーアウト、打席こちらも補強選手の青山と変わっています。これも外へ148、それでも今首かしげました。そして非常に速いテンポ、リズムのあるピッチングが続きます。この回もあっという間に上位打線が打ち取られて2アウトランナーなし、三塁側の豊田氏投手、今のところ策がないという状況ですね。そうですね、うん、これでもずる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 いかなければいいんですけども。そうですね、まあ、第一打席でもお話していただいたように、まあ、東海地区の4番打者と紹介していく青山、ね、はい、さすがにバッテリーもやっぱり警戒していますね、はい、やっぱり慎重になってますよね、はい。まあ、さっきご紹介いただいたようにまだフォアボールもありません。坂田が何か身振りで野間口に知らせました。あ、初めてのフォアボールです。ツーアウトから歩かせてしまいました。このフォアボールは警戒しすぎ、まあ、ちょっとあったんじゃないですかね。今もちょっと珍しく力みましたんで ね、ちょっとすっぽ抜けましたんでね、大きく外れてしまいました、はい、野村監督がメガホンを取って声をかけます。ただ2アウトはすでに取ってますこの野間口。5番の鎌田直樹が打席に入りました。初球もボール。トヨタサイドはトヨタ自動車のバスケットチームも同じようにこういったなんて言えばいいですか、バルーンスティックを用意してるんですが、です、ね、はい、野球も同じような応援が続いてます。ちょっとおかしくなったんですね、ですね、どうしましたでしょうか。急にストライクボールがはっきりしだしたですね、何か影響があったようなプレーというのがなかったというよりも、はい、あのちょっと若干あれじゃないですかね、あの、リビングやしたんじゃないですかね。あ、ですか。逆に三振取って、あ、なるほど、2つ三振取ったのが、なるほど、そういう部分ではその2つの三振が逆にピッチャーの色気というか、逆にそうですね、色気というか、はい、はい、
逆にトヨタサイド2アウトからではありますが野間口を叩けるかどうか、まあ、あの狙ったところではないですよね。そうですよね、今のもね。5番の鎌田のバットに期待が集まります。ファルです。やっぱりトヨタの各打者ですね、はい、ちょっとやっぱり振りが大きいと思うんですよね。今もあのちょっとレフトの方を狙っているという開き気味ですから、はい、やっぱりセンター中心に、はい、あの打った方がいいと思いますけどね。まあ、その辺のバッティングの修正がいつできるでしょうか、トヨタ自動車。初めてのフォアボールで青山が歩いています。ツーアウト一塁で鎌田。これ追い込まれたことでその引っ張ろうという意識が消えてるかどうか、うん、そうですね。今日2人目のランナーを初めてのフォアボールで出してしまった野間口。今度は一発すんなり決まりました。これもストレート外へ、まあ、いいコースですけどね、若干外れてます ね、 ですね。2-3になりました。その3ボール目ちょっとやっぱり外ですね、ですね、うん、ただまあ今のボール見てますと、はい、野間口本来のあれですね、狙ってるところで投げてますね。なるほど、今のはこれ青山がスタートを切りますので当たりによってはというところですが、高いバウンドは切れます。このドーム行きの曲をかけての代表決定戦では打席の鎌田が逆転のツーベースを放って、ね、まあ、チームを東京ドームに導いたんですが、ここはこの大応援団の声援に応えるべくいい当たりができるでしょう。ツーアウトですのでね、ツースリーですから当然走りますので、間を抜けばですね、ですね、あの1点になりますもんね、はい、野間口、7球目上げてしまいました。レフトが懸命に前に来る。見えてるか。見えてます。ファーストに青山残塁です。東京ドーム4回まで終わりました。依然として2対0です。ここまで2点をリードしていますシダックスサイド。一塁側の応援席で懸命に声を出していますマスコットガールご紹介しましょう、こちら誰か知り合いでも来てるんでしょうかね。スタンドを懸命に見つめています小林智美さんがシダックスの今年のマスコットガールです。まあ、とにかくチームは個性的な人ばかりで面白いチーム、絶対に優勝だと意気込んでました。ただ今日の試合前はさすがに野村監督目当ての報道陣の多さにちょっとびっくりしてましたけれどもね。そうでしょうね。その小林智美さんが一塁側のベンチから応援しています。さあそのシダックスもこの回は上位2番からの攻撃になります。打席に藤沢。やっぱりシダックスとしてもですね、はい、あのチャンス潰してますんで、うん、やっぱこの辺で追加点が欲しいところじゃないですかね。ですね。まあ、次の1点と言いましょうかね、はい、やっぱり最初に点取って中盤で取って、はい、でダメ押しだというような、うん、あーっとセカンドこぼしている。藤沢は一塁回ったところで止まります。またまたエラーとなりました。佐野のエラー今の大きいですね、上位ですからね、クリーンアップになりますので、ね、がっちりと腰を落として掴もうかというところでしたが、うん、ちょっと大事に行き過ぎたんじゃないですかね。むしろ、はい、うん、さあこれが何かの始まりなんでしょうか、はい、3番の入江です。まあ、はい、あのチャンス潰してますので、ね、どういう采配するか見ものですね。ですね。3回は藤沢がヒットでノーアウト1塁で強行させたんですね、はい、そうですね、強行しましたね、2回ほど2回あ、ね、3回ですね、続けてチャンス潰してますんで、はい、今度はバントストライクです。今はストライクになりましたが、
今見たような感じですね。ですか、はい、あのバンドをやりに行ってないですよね。なるほど、はい、この辺が何かの伏線なんでしょうか。まあ予選見る限りで言いますと、セオリー通り、まあ、セオリー通りだと思うんですけどね。それであの9番の2人で、はい、4番5番で返すという、ワンエンドワン今はねやりに行ってますよね。なるほど、今のはストライクコースでしたらバントしてた、たと思います、何か一球一球いろんな仕掛けを見せているようです。野村監督今度は立ち上がって横一緒っていう感じですが、加藤が相手の出方を伺うかのようにファーストに対して、いいですよね。しつこくやっぱりこの中盤ですから、はい、やっぱりすごくどういう采配を振るか、うん、様子見た方がいいですよね。ワンワンサードが気持ち前バントしてきました。ピッチャー加藤どうする、セカンドは無理。結局送りバント成功でワンアウトランナー二塁。野村監督さすがあれですよね、硬、はい、いですよ ですね。やっぱりチャンス潰してますね。この送りバントでチャンスを作ってあとは返すべき役割です。そうですね、はい、まあシラックスの看板のやっぱり両キューバの選手で1点というのが残るんじゃないですかね、はい、先ほどは先発川岸の失投を見逃さずセンターへ持っていったキンデラ。でもキューバの選手はこういう時にすごい集中力があるんですね。そうですね、さっきもお話していただきましたが、まあ、加藤君あれですよね、はい、あのコントロールミスしないように攻めたいところじゃないですか。やはり左ピッチャーに変わっても内側高めですか。まあおそらくそちらの方が弱いと思いますね。ノーツ、まあ、来日2年目野村監督の野球にもかなり理解度を深めているという話を聞きました。野村監督も最初は年齢が高いから無理だろうと期待してなかったそうなんですが、そうですね、いざ蓋を開けてみると信頼感のある中軸にこのキンデランを据えています。勝負には行ってますか。行ってるんですけどやっぱり警戒しすぎてるんじゃないですかね。でノースリーです。これ野村さんはこれ待てって出しますかね。やっぱり打たすんじゃないですか。ですか、はい、であると自由にやらせてると思いますよ。じゃ簡単にストライク取れないですね、はい、ここはただ一塁は空いてます。キャッチャーの松尾は外低め狙っていった。三遊間打球の行方を見てからセカンドランナースタートを切ったんですが三塁を蹴った蹴った蹴った。キンデランはセカンドでおセカンドセーフセーフセーフ。タイムリーヒット、キンデランのタイムリー。ノースリーから打っていきました。ちょっとやっぱりあれですね、トヨタのバッテリー無警戒しすぎたですね。ノースリーからでも打つよってお話していただいたんですが、で藤沢は行方見てからなんですが一気に行きました。そうですね、左中間行きましたんでね、はい、で外野が深かったですから、やっぱり三塁コーチャーの田中君の判断が良かったですね。でもやっぱり森さんの言ったここ一番での集中力、はい、やっぱり目つきから変わってくるんですよね。あ、確かじゃあキャッチャーとすればその辺のオーラを感じなきゃいけなかったですね、はい、逆に今まででしたらおそらくセカンド行ってないですよ、はい、近年。あ、なるほどなるほど、はい、そこらへ行くということはやっぱりこういう慣習で燃えてるんだと思いますね。走塁面でもそういう部分が見えてますね。そうですね。でそのキンデランがご覧のようにスコアリングポジションまで激走しました。タイミングはかなり際どかったんですけども、 そうですね、そしてホームランを打っているこのパチェコ。あの今年はあのキューバ勢がですね、いつもですと、はい、まあ、6月の予選前ぐらいしか来なかったんですけど、今年はもう3月の終わりに来てましたんで ね、はい、十分調整できたんじゃないですかね。まあ、その辺がこういった大一番なんかでも生きてきそうです。まあ、打席のパチェコも来日2年目シダックスに入って2年目なんですが、はい、去年は7キロも絞ったという話を聞いてます。そうですね、
中日のキンデラもリナですね、だいぶ細くなりましたけど、ね、はい、確かに昨年は本当どっちかというとブヨブヨな形だったんですけどそうですね、はい、あーっとキャッチャー取れない、バッテリーミスです。キンデラゆっくりと三塁へ、ジョギングのようなペースで三塁に行きます。これでワンアウト三塁です。キャッチャー松尾のパスボールです。ここはやっぱり警戒しないとあれですね、やっぱこういう時は本当必ず外野フライは最低でも打ちますの で、 す、ね、これ広瀬監督は内野の守備を言ってます。ワンアウト三塁というところでちょっとあれですね、そうですね、深いですね、そんなに厳しい前進守備ではありません、はい、特にショートは右バッター、強い打球も警戒してやや深め、おーやはり来ました、こっちへ行こう。これ守備の体型です。この後ショートはだいぶちょっとあのショートの位置ぐらいまで下がってますよね、前進守備じゃないですよね、はいはい、まあ、中間ぐらいの形ですね、ですね、この辺打席のパチェコの打球なんかを考えてるんでしょうか。とはいえ苦しい展開が続きます。汗を拭うマウンド上の加藤、後頭部から汗が滴り落ちています。そうですね、これ歩かせてもいいぐらいの気持ちは必要ですか。必要だと思いますよ。ご覧の守備体系です。ちなみに坂田が次左打席で対戦するということになります。一塁も空いているところで6球目、多少コースが遠くても高さ的にあれば届いちゃうんですね。そうですね、やっぱりリーチが長いですね、まあ、先ほどキューバ人選手は共通のということで、このパチェイクも弱点的にはインハイですか。やっぱりインハイが弱いと思いますね。でもこの状況でそこを掘るの怖いですか。だと思いますけどね。お、そこに行くのか。7球目変化球、今ボールですね、うまくストライクからボール放りましたね、はい、ここはベストピッチという感じ、はい、そうですね、今スライダーだと思いますけどね。なるほど、ストライクからボールになる球で、そうですね、はい、ここは攻めのピッチング光りました。加藤打席は左の坂田、今日はまだヒットありません。まあ、あのこういう時チャンスに結構しぶとい、坂田君ですから、そうです、ね、まあ、慎重に加藤君行ってほしいですね、はい、このキンデランはトヨタサイド返したくないところ、打ち上げてしまいました緩い球、ファーストが手を挙げています。ファールグラウンド、大事そうに掴みました。キンデランは残塁です。しかしそのキンデランのタイムリーでようやくシダックス追加点を奪いました。5回の表を割って3対0となっています。リードを広げられてしまいました三塁側トヨタサイド、こちらのマスコットガールご紹介しましょう。ベンチの一番右端で応援を続けるのが河原崎美穂さんです。まあ、本人はなかなかできない経験ができて嬉しいと、東京ドームのベンチに入れるなんてと、このマスコットガール就任の方を聞いて驚いてました。まずは初戦シダックスをやっつけちゃってくださいとエールを送っています。さあそのトヨタ、初球打ちましたパチェイコ、This is Cuba っていう感じの、ちょっとね危ないんですけど ね、まあ、あれはちょっとそうですね、はい、怖いんですけども、はい、まあ、あの少年野球なんかやってるね良い子の皆さん真似しちゃダメよって、そうですね、はい、あれでもある程度の筋力ないと脇腹とか痛まっちゃいそうですけどね。普通そうですね、でやっぱり、あの外人特有のリストが強いですよ ね、はい、先頭広瀬作が初球打ってセカンドゴロで、打席は7番の水谷です。まあ、今言おうと思ったんですけども、はい、やっぱりあのノーアウトからやっぱりランナー出したいですよね。そうですね、
まあ、野間口投手がさっきは、ね、フォアボール出しましたが、はい、コントロールいいということで初球からやってたりするのはいいですか。いいと思いますよ、うん、積極的に、はい、一塁線ファウルです。ただ2回ともランナー出してますけど2アウトからなんですよ ね、まあ、ということでなかなかこの三塁側のベンチも活気づきません。まあ、去年は初戦北海道のサンワード貿易と対戦しました。そうですね、中盤に5点を先制したんですが、うん、それで逆大逆転を食らいましたんで ね、まあ、その辺キャプテンの桑原選手は正直今考えると気持ちの隙油断があったんだと思うと言ってましたが、うん、ただ今日は逆に3点を追う展開になってます。トヨタサイドもご覧のようにいっぱいです。まあ、チームは愛知県のトヨタ市なんですが、はい、まあ、会社がねこの東京ドームにすぐ打ちます。そうですね、お膝元ですので、はい、さあそのファンを沸かせられるかどうか。ツーナッシング、ファールが一つあって今度4球目、低めの球振ってしまいました。ワンバウンド落ちてますね。そうですね、まあ、野間口投手のフォークボール良さっていうのを褒めるのはやぶさかではないんですが、はい、ちょっとこうなかなかねトヨタ打線の策といいますか、うん、ないですね、見えてこない感じもあるんですが、はい、ただ漠然と入ってるような感じですね。で漠然と打ってるようなそんな印象を受けちゃいますよね、はい。松尾は右方向へ、しかしライトが右中間より追いつきました。結局この回は野間口がスイスイとあっという間に片付けました。東京ドーム5回まで終わりました。3対0とシダックスがリードしています。東京ドームの真夏の風物詩、今日から始まった74回の都市対抗野球、今日の第2試合はもう先ほどからうるさいぐらいに言ってますが超満員ということで、まあ、5回試合が成立されて観衆が発表されましたが、森さんなんと42,000人。あ、すごいですね。久しぶりにやっぱり4万という本当ですよね、声を聞きましたね。なんか昔のウルトラクイズのように入ってますもんね。そうですね、ありがとうございます。いやいや、まあでも去年もねこういう形で、はいはい、大入り袋なんかも出るような試合がありましたんで、はいはい。松岡セーフティーバントを試みますがファールです。ドーム元年ですよ、はい、確か下地と、ね、松下だったと思うんですけども、まあ、電気退屈ということで、はい、前に札止めで、はいはいはい、外に5000人ぐらいです、ね、お客さんが入れないで、はい、大変な時があったんですけどね、それ以来ぐらいじゃないですか、まあ、ですね、4万人台とかね、はい。まあ、ただこれスコア以上にその4万2000のファンが見つめる中、シダックスペースで、そうですね、ちょっと一方的な感じになってますね。ですね、点差以上にという感じがありますが、そうですね、はい、泳いでしまいました。セカンドの佐野が手を挙げています。先頭松岡が打ち上げてしまってワンアウト。まあ、加藤君1回、はい、あの三者凡退で、うん、そうですね、終わってほしいですね。そうそう、ふっと流れが変わるかも分かりません。なるほど、まあ、この力強いエールは一塁側のシダックスサイド、まあ、行き上がるのはここまで一塁側だけという試合の流れをマウンド上加藤の好投で変えられるかどうか。打席8番の中島です。テンポで追い込みました。そうですね、今もあの 球速をちょっと緩くしてですね、タイミングずらしてますね、はい。で厳しい、だいぶ安定したですね。そうですね、まあ、今日はトヨタサイドは先発、予選でも好投したエースの川岸でしたが、まあ、川岸が本来の出来にはほど遠くノックアウト。まあ、ちょっと期待してましたんでね。そうですね、ちょっと期待外れだったですね、でマウンド上にはこの2番手の加藤が3回か4回から上がっています。
で加藤の球を受けるキャッチャーも同じく山形から補強の松尾とバッテリーをそっくり入れ替えています。おお、見逃し三振。最後はスライダーじゃないですかね。さあこれ森さんに三者凡退を話していただきました。2人まで来ましたね、はい、そうですね、準備バントもあるかもよって声を出しましたが、まあここではないと思います ね、はい、詐欺の宮の中軸を打ちますこの野上、中心打者の野上、さっきは三遊間を打ってます。ここまでシダックスばかりに流れていたこのゲームの流れを、そうですね、一度やっぱり、トヨタの流れにしたいところですね、そういう意味ではこの回ここも2ナスまで追い込みました。で野上が逆に追い込まれたところで1個間を取りました。ツーナッシング、3球目、今欲しいところですね。ですね、確かに森さんの話通りこの回は落ち着きを見せてと、そうですね、狙ってるところへ行き出したですね。そうですね、そしてテンポもよくまた松尾内側に見逃し三振、初めて三者凡退に仕留めました。最後はストレートで見逃しの三振です。これで流れが変わるのか、6回の表終わって3対0です。第74回都市対抗野球初日の第2試合、4万2000の観衆が見つめる中、シダックスとトヨタのゲームを行われていますが、森さんね、我々が放送を伝えている放送席にも今大入り袋が届きました。そうですね、はい、まあ、去年も実は私個人ごとですが大入り袋が出た試合喋りましたあ、それありがたい、あれですね、ラッキーな、いや本当ですね、はい、この月を大事にして、はい、今後の人生歩みたいと思いますけども、まあでもこれゲームの方でご紹介しましたね、はい、6回初めての三振、そうですね、この回チャンスだと思いますね、はい、で先頭が出たい、ショート深いところ藤沢、守備は安定しています。ワンアウト、どうもやっぱりそのただ漠然と、はい、来たボールを打ってるというような感じですね、印象を受けちゃいますよね、はい、まあ、先ほども言いましたけどやっぱりコース狙いで行った方がいいんじゃないですかね、はい、これ今6回ワンアウトで63球、あ、少ないです ですね、このカーブを右へ打っていったんですが正面です。2球で終わってますね、2球で終わってます、本当ですね、まあ、狙いとしてはあの右バッターのスライダーをですね、はい、右方向に狙うというのは非常にいい作戦だと思いますね。徹底したいですか。そうですね、そういう風にしたいですね。もう3回り目、6回も2アウト、打席平石です。左バッターの膝元なんかにもうまくスライダーを詰めたりしますが、そうですね、外の左バッターの時は外のまっすぐと中のスライダーですか、はい、まあ、今初めてセーフティーをやりましたけどね、やっぱこういうことも必要じゃないですかね。なるほど、まあ、この辺は平石選手が一ついいアイデアを見せました。5回終わって69台というのは非常に少ないですよね。本当ですよね、まあ、出したランナーも2人だけという野間口で、ましてやこう力んだ感じもありませんから、はい、疲労度は全くないんじゃないですかね。ちょっとね、2つ三振を続けて取って力んだっていう部分があるぐらいですかね。うそうですね、あの回だけですよね。そうですね、はい、それも2アウトからですから、あ、はいはい、あれはノーアウトからですね、ちょっといろいろ大変になると思いますけど、はい、
まあ、その辺でここまで無失点。ただ平石のカウンターはワンツー、ワンスリーです。あのスライダーを狙うか外角のまっすぐを狙うかどっちか絞った方がいいと思うんですね、左バッターは、はい。ここまでフォアボールはまだ一つ、今のボールですね。なるほど、今の2つの球見るだけで野間口投手の対左バッターの組み立てが分かりますね。そうですね、ただ見ての通りですね、はい、開きが早いんですよね。あ、だから踏み込んでないんですよね。なるほど、はい、となると外の球捉えるのはこのままでは難しい。難しいですね、うん、でそれを見て坂田がサインを送ります。6球目、内側、まっすぐ、ファーストライナーです。トヨタ、突きもありません。中盤6回まで終わりました。3対0とシダックスのリードが続いています。プロ野球通算公式戦で1309勝をマークした野村克也監督が今日、都市対抗野球本大会で初勝利をマークすることができるんでしょうか。シダックスは7回3対0とリードしてラッキーセブンの攻撃です。この放送解説は元 NTT 東京野球部監督、現役時代はピッチャーとして鳴らしました森次郎さんを招きして実況加藤次郎でお楽しみいただいています。やっぱり試合の最中 の、はい、目の鋭さというのはやっぱり百戦錬磨の方ですね。うん、ピッチャー返し、当たりが弱い、ランニングスロー、ファーストよくすくい上げた、よく守り、そしてよく止めました。今ナイスプレーですよ ね。ここでちょっと上に跳ねた分ね、はい、追いついてランニングスロー、またファーストもよく取りましたね。ファーストの鎌田もよく抑えました。ショートの鎌田圭司、そしてファーストの鎌田直樹。まあ、先ほどおっしゃってた通りですね、はい、やっぱり守りの方からやっぱりなんとか攻撃に結びつけてほしいですよ ね、 ですね。打席藤沢です。加藤投手は先ほどの回も三者凡退、そして、この子はこの現状分かってるんでしょうか。ただシダックス の、 以前のレプリカといいますかね、はい、子供さん用のユニフォーム着てますんで、はい、多分選手のお子様じゃないです か、 ですかね、はい、今だいぶそういうのが流行ってるみたいですね、各チームね、はい、ちなみに森さんの現役の頃はこういうのはなかったですか。私らないですね、残念、はい、加藤が藤沢をピッチャーゴロに仕留めました。ツーアウト。こちらはどうやら本来のリズムになってきたようです。その前の前の回はもう汗たくでしたけどね。そうですね、変わってラッキーセブン、ツーアウトランナーなしで3番の入江と変わります。まあ、この試合この入江の先制アーチから始まっています。やっぱ大きかったですよね、立ち上がりですよね。そうですね、確かに森さんの話通り川岸投手は立ち上がりからちょっと構えたところ行ってなかった。そうですね、だけど1番2番はそれを打ち損じちゃった、うん、そうですね、これもしになりますけども、はい、入江も打ち損じて三者凡退であったらばまたちょっと変わったと思いますね。ですよね、お隙が出ると思うんで、またこの辺はね繊細なピッチャー心理ですね。そうですね、シダックスサイドは応援かなり色とりどりですね、いろんなキャラクターも出てます。そうですね、これ何ですか。なんか逆のピーみたいな、ね、ですね、ミステリアスな雰囲気も漂わせつつ一塁側華やかな応援が繰り広げられています。本気機のピーのようですけどね。あ、はい、もうなんかクイズ番組のようになってしまってますが、ロー2です。うん、構えと違うんですがストライク。でももう1点もやらないとご紹介していいですか。そうですね、やっぱり野間口君の調子から見て、はい、もうこれ以上やるとやっぱり追いつけないと思いますね。
それだけに角野が懸命に投げてます。ああ、これもいいところへ。あのスライダーがやっぱあそこのコースが決まってきて、やっぱり安定してきたんじゃないですかね。なるほど、これが生命線なんですね。そうですね。あの右バッターの時もパチエコを仕留めたのは ね、 ね、あのスライダーですね、はい、ストライクからボールになる、ストライクからストライクですけど、で内側へズバッといった、あーっとファーストのミットの上、シダックス2イニングぶりのヒット。ツーアウトからランナーを出してしまいました。投げたボール打った打者いかがだったでしょうか。やっぱりうまく打ったと思いますよね、ただあのキャッチャーの構えが非常にちょっと早いんじゃないかなと思うんですよね。動くのがですね、動くのがですね、はい、ですからその辺打者が分かるかも分かりませんね。今インコースあの構えがものすごく早かったですから、なるほど。さあそして先ほどはタイムリーヒットのキンデラン2本打ってますから、ですからね、はい、先ほど二塁へ激走してますから、ですね、まあ、だいぶ気合が入っていると思いますので、はい、一発注意した方がいいと思いますよ。そうですね、はい、もしここでキンデランに一発が出ればシダックス試合を決める一発となりかねません。それだけに、おお、狙っていった、気をつけたいところですが、まあ、キンデランの方もシダックスに入って2年目、年齢も38歳ということになるんですが、まあ、実際には峠を越えている選手だと思いますけど、まだまだやっぱり世界の4番バッターでしたから ね、 まさにね、やっぱりそれだけの力ありますよね、はい、それこそキンデランもかなり、ね、こう若い頃からナショナルチーム中軸打って、はいはい、野茂投手ぐらいが出てた頃でからじゃないですか、ですよね、はいはい、3大会ずっと出てますから ね、はいはい、ね、バットの先なんですがライトへ伸びている。世界一のパワーは未だ健在、大会第4号ツーアウトランナーなしから入江がヒット、そして加藤の外の球をキンデランが捉えて今ホームイン5対0です。野村監督もようやく口元緩みました。いやシダックスサイド大きなホームラン飛び出しました。そうですね、やっぱりあの外はやっぱり強いですよね、やっぱりあの先ほども2本打って気分良くしているということで、はい、こういうケースというのは今見て一発狙うんですよね、まあ、そこにはまっちゃいましたね。ですね、バットの先ですけどね、はい、やっぱりだいぶ気合が入ってますよね。キンデランの一発が場内を沸かせました。横からのスローでご覧いただけます。集中力を高めてガン、奥でキャッチボールしてたトヨタの選手が思わず座り込んでしまいました。まあ、これでパチェコがすでに今日ホームランを打ってますので、はい、キューバ人選手もアベックホーマーと、まあ、あのシダックスとしては理想的な展開ですよ ね、 すね、エースが抑え、そして主軸が打つと、もう完璧というような談話があるんじゃないですか、このままいけばですね、ですね、はい、まあ、なおこの放送をご覧いただいている方もね、今日の試合、この試合終了後も、まだどちらになるか分かりませんが、勝利監督のインタビューも放送でお届けしますので、最後までお付き合いいただきたいと思います。これパチェコ大走機でしょうか。ああ、もう帰るかもしれないですね。小村監督が球審の小山さんのところに行って、そうですね、ファーストランナー変わるみたいですね。パチェコがフォアボールを選んだところでお役御免となります。パチェコはこれで3打数1ホーマー1フォアボールということで、ね、はい、まあ、守備にちょっと一抹の不安がありますのでそうでしたね、はいはい、ということでピンチランナーこの宇津井康弘選手、外野手の宇津井をこれ送ってきました。非常に足の速い選手ですから。なるほど、はい、坂田が打っていく。さあ、薄井の足セカンドを蹴って三塁へ、ね、坂田も行ってるぞ。抜け目ないんですよ。あ、坂田も二塁を落とし入れました。
これあの臼井選手をパチェコのところに代走を送ったのを、はい、要するに守備固めで使える選手を送るんじゃなくて、もう今攻めですね、はい、やっぱ味の早い選手で、うん、やっぱりあのレフトがですねちょっと緩慢でしたから、それを見て三発入れで走りましたんで、うん、でバッターランナーもいいで、はい、もう今年のシダックスはこういうぬくめのない野球をやりますね。ですね。坂田のヒット、まあ、送球間で二塁を落とし入れて、ツーアウトながら二塁三塁。そしてキャプテンの松岡。ここでヒット一本出ますと決定的になりますんでね。そうですね。まああと3イニングトヨタに攻撃あるとはいえ、はい。まあ、まあ、今日の沼口君のデッキからいくと、そうですね。まあ非常に厳しいですよね。うん。逆に一塁側はかなりこう表情なんかも野村監督同様に緩んできました。5点のリード。ワインドワン。野村監督はただ攻撃の手を緩めず、ダイソーなんかも使ってさらに点を目論みます。対して広瀬監督はなかなか風向きがこっちに来てくれません。松岡の当たりもセンターの背後を襲っている。平石懸命に下がっています。しかしここは追いつきました。ラッキーセブンシダックス4番キンデランのツーランホームランが飛び出しています。7回の表終わって5対0とリードが広がっています。バルセロナ、アトランタで金、シドニーで銀、世界一チームの4番を務めたオレステス・キンデランのパワーはこの東京ドーム都市対抗野球本大会でも健在でした。まあ、このまま行きますとダメ押しに近いツーランホームラン。そうですね、5対0となりました。そしてシダックスサイドですが、セカンド先ほど宇津選手がダイソーに入ったんですが、パチェコの代わりということになります。セカンドにはご覧のように野口選手が入っています。こちらです。まあ、ローソンから今年移籍してきましたこの野口。まあ、ここでセカンドの守備で登場ということになりました。そうですね、今年は解散したチームから、そうですね、何人もですね、はい、今年最後出てきてますので、その中の一人ですね。ですね。トヨタはラッキーセブン、この3番渡辺からの攻撃です。まあ、でも森さん、シダックスの場合は比較的歴史が浅いからというわけでもないんでしょうが、はい、積極的にそういった、まあ、チームがなくなったところの選手を獲得してるんですよね。非常に多いですね、もともとですね。まあ、それとチームが硬式野球部になって以来、まあ、ずっとこうキューバからある時指導者なんかもやってたんですね。そうですね、時は大量にですね、指導者の方たちも来てましたね。ですね。まあ、そのキューバパワーの前にこちらはまだいいところのない三塁側のトヨタ自動車。やっぱこれだけのお客さん集めてますから、なんとかチャンスを、ね、作ってやっぱ盛り上がってほしいですね。本当ですよね。厳しいところ。あ、でもちょっと表情も余裕が出てきました ね、 やっぱり。森さんにはピッチャー心理今日お話いただいてますが、今日の野間口投手であれば残り3イニング5点目が入った、もうやっぱり安全圏というイメージがあるんじゃないですかね。手応えありましょうか、はい、この辺の何か微妙なスマイルも余裕を本当感じるようになりました。そうですね、はい、まあ、中盤ですね、はい、ホームランホームランでその後チャンス潰してましたんで、非常に嫌な展開だったと思いますね。そこをしっかりとですね、やっぱり自分のピッチングしましたんでね、はい、変わったところに打球が飛びます。野口焼けても不思議ですよ ね、 ですね、必ず行きますもんね、最初の打者で行きました。先頭を打ち取ってセカンドゴロ。まあ、4年連続出場なんですが、ここ2年間いずれも初戦敗退というトヨタ。今年も初戦苦しい展開を強いられています。打席青山、まあ、昨年の活躍を思い出してですね、そうですね、スターバリしてほしいですね。
昨年は森さんからもお話ありましたが、木のバットになった初めての大会で、はい、1試合、あ、1大会ですね。そうですね。3発。まあ、ただ今日はこの野間口がその一発を許しません。そうですね。非常に球のキレといい、コントロールといい。そうですね。これ野間口投手がこのままの状態であれば変えることはないですか？ないと思いますよ。例えばですが、はい、全て勝っていくことを想定して、はい、今後を考えて他のピッチャーにつなぐということはいかがですか？まあ、それもありますけども、1回戦で初日なもんですから、4日間空きますんで、まあ、次の試合までですね、はい、であれば、まあ、それは多分おそらく、うん、そのままいきますか？なんとも言えないですけども、まあ、考え方になるんでしょうね、はいはい。まあ、あの予選の、はい、東京ガスとの試合、はいはい、それは7回で逆に変えましたんで、ね、そういうことをやるかも分かりませんけども、なるほど、はい、ただこの球数見ますとね、まだまだですかね、80球ですからね、5球目緩いカーブ、それとやっぱり本大会での完封というとやっぱり違いますので、ね、それも意識すると思いますけどね、本人の自信にもなりますからね、はいはい。しかも相手は東海地区の強豪を並ぶ中、第一代表で勝ち上がったトヨタ自動車、有力な補強選手も加えた強力打線がここまで火を吹きません。わずか1安打。空振り、期待の青山も空振り。さあ、野間口のフォームご覧いただきます。もう一つグラブをポンと叩きました。野間口、いいボールですよね。ですね、はい。これ点差が開いた、あの緩い球をやっぱり担当してきたんですね、はい、余裕がやっぱり出てきたんじゃないですかね。なるほど。打席5番の鎌田直樹、まあ、さっき青山選手の時には149まで出てましたし、はいはいはい、まあ、イニング的なバテは全くなさそうです。でまた緩い球、ボテボテです。野間口、ラッキーセブン野間口の前にトヨタ三者凡退です。大会初日の第2試合、7回まで終わりました。5対0とシダックスのリードが続いています。今年東京都の第一代表という強さを予選でも見せつけましたシダックス、野村克也監督の采配のもと東京ドームでの初戦、この都市対抗本大会も5対0と大きくリード、まあ、ビシート3階席まで埋め尽くしたファンにシダックスがエースとそしてキューバのパワーでここまでリードしています。そうですね、あの今日の試合展開はシダックス の、はい、の一番いい形ですよね。そうですね、はい、そしてシダックスはこうやって選手もいろいろと使い始めてきました。8番の左の中島のところにこの和田を持ってきました。立教出身1年目の和田、野村監督の起用に応えられるでしょうか。あの予選でも代打等で、はい、あの出てましたんで、はい、この子 の、 あのこの選手の打力は勝ってるみたいですね。なるほど。このホームラン1本は鷺宮製作戦で打ちました、ね、はいはい。まあ、公式戦では社会人初アーチだったそうです、はい。まあ、野村監督がここでお前結果出さなかったら上のレベルで野球なんかできないぞと叱咤激励した結果が予選でのこの和田のホームランにつながったと言っていました。まあ、和田選手も大学時代立教ではずっと3年生から4番打ってました。4年の春のベストナインにも輝いています。ですからやっぱりもともと力はあるんですよ ね、 ですね。しかし抜かれました。空振り三振です。和田の都市対抗初打席は空振り三振。変化球にバットが空を切ってしまいました。今は綺麗に落ちましたね。ここは代打先が実りませんでした。
代わって野上。こっちに行く。野上もヒットを1本打ってます。リップです。ワンエンドワン、まあ、今日唯一補強選手、まあ、佐木宮製作所は野村監督が補強3人しか取らなかったんですね、はい。まあ、その中の1人です。おー、ダイレクトキャッチ。稲石が守備でトヨタ応援席を沸かせました。まあ、今捉えましたけどね、はい、ナイスプレーですけども、まあ、野村君当たってますよね。そうですね、触れてる感じ。ただここは平石のいい守備の前にツーアウト。そしてトップの正田へと戻ります。まあ、話森さん戻りますが、はい、まあ、3人補強したうちの1人で、まあ、社会人野球ファンの方もね、東京ガスの内海投手に注目されている方も多いかと思いますが、す、ね、今日はベンチ入ってないんですね。入れてませんね、はい。まあ、アクシデントがあったのか、野間口君で十分耐えられると考えたのか、その辺はちょっと試合終了後のインタビュー聞きたいですね。ですね、何かアクシデントがあってしまうということですが、これはスイング。まあ、野村監督がいわゆるプロ流でいうところの上がりにしたのか、うん、そうですね、その辺が興味深いですね。ですね。まあ、あのシダックスとしてはこの翔太君が今日ヒット1本持ってないんで、やっぱりその辺ちょっとやっぱ1本出してほしいところじゃないですか。うん、まあ、今シーズン非常に成長著しいと森さんにもお話していただきました。この翔太貴弘選手、ワールドカップの代表候補の合宿にも参加しました。ファールになります。対してこちらはヤマハから補強の加藤がこの回もマウンドに上がってます。先発川岸が3回2失点降板、乱調の後を受けてこの加藤です。まあ、3点取られちゃってますが、加藤投手自体はどうでしょう。やっぱり大事なところでちょっとやっぱりミスってると思うんですよね。やっぱりここで一発警戒しなきゃいけない。ノースリー、はい、やっぱりまた同じようにあのノースリーから打たれて、もったいないですかね。もったいないですよね。5球目シダックスサイドはもう笑みがこぼれてます。そうですね、応援団も皆さん、はい、何かここまで笑うような楽しいことでもあるんでしょうか。すごい笑みでしたね。気持ちのいいぐらいの笑みでしたが、打ち上げました。ショートが早々と手を挙げて鎌田圭司、スリーアウト。この回は代打策も実らず、加藤の前に3人で攻撃終了。ゲームは依然として5対0です。1995年の66回大会にはベスト8にも出場したことがあります、強豪のトヨタ自動車。ただ今年も初戦の壁の前に敗れ散ってしまうんでしょうか。夏休みを利用した子供さんのファンも見つめる中、ゲームは8回の裏まで進んでいます。まあ、愛知県のトヨタがですね、そうですね、新幹線使ってこれだけの応援のためにですね、来ていただいたですから、もうちょいあれですね、楽しんで帰ってもらいたいですよね。さてこの回の守備ですけれども、先ほどダイソーの和田がそのままファースト、そして野上に代わってセンターに黒坂が入っています。8番ファースト和田、そしてラストにセンターで今ご覧いただいた黒坂です。マウンド上はこの野間口がやはりこの回もマウンド上がりましたね。そうですね、ですからやっぱり完投をさせたいんじゃないですかね。まあ、その辺野村監督のエースへの信頼感の表れでしょうか。ワンスリー、まあ、まだ100球にすら到達していないというピッチング、非常にいいですよね。省エネ投法というか、ね、特に変わりもないですね。そうですね、
とは誰が打つのかということなんですが、そうですね、この辺はあの先頭バッターで 2-3 ですから、はい、なんとか粘ってて、ファウルでもいいですから塁に出てほしいですね。そうですね、初めてノーアウトから塁を、はい、なんとかね、はい、打席の広瀬栄作が出れるかどうか。中に来た、打ち上げた、ファウルになります。また野間口が許したランナーは内野安打1本と、そしてご覧のようにフォアボール1つ、いずれも森さんの話通り2アウトからですね、はい、まだ球数も90、 2-3 が続いて7球目打ち上げてしまいました。セカンドが下がります、見えてるようですが危ない、重なった。しかし途中出場の野口はしっかりとボールを抑えました。野間口も苦笑い。ワンアウトです。打席は7番の水谷。まあ、今大会初完封なるかのマッチ、まあ、でも試合展開をこれ追ってきますとちょっとそういう方にね興味がいってしまったんですが、お、意外に伸びてる伸びてる伸びてる、初完封を阻止する大会第5号、言った途端に打たれてしまいました。野間口くんごめんね。いや、左方向伸びましたね。そうですね、やっぱりボールがちょっと高かったですね。あ、なるほど、はい、5対1、野間口打たれました。今やっぱり初めてあれですよね、踏み込んでいったと思うんですよね。なるほど、なるほど、はい、今まで開いて振ってたんですけどね、森さんから左バッターに対しては変化球とそれから外のストレートでしたが、これスライダーが外いっちゃったんですか。そうですね、そんな感じですけどね、やっぱりスライダーっていうのはやっぱ甘くなるとやっぱり飛びますよね。さあ、これがトヨタ自動車逆転劇への口火を切る一発となったのか。途中マスクの松尾が打席に入っています。違いますね、大橋選手を代打で送りましたね。そうですね、前キャプテンの大橋信也を持ってきました。まあ、昨年までの正捕手ですね。千葉ロッテのドラフト指名も断ってトヨタに進んで、この大橋もベテランと呼ばれる位置に差し掛かりました。ちょっとボール球が多くなってきますね。ですね、やっとということで三塁側活気づきました。これまた大橋選手が出るともっと雰囲気も変わってくるんでしょうか。そうですね、いい当たり、長打になりそうだ。ベテランの大橋二塁へ向かう、ツーベースヒット、トヨタ反撃ムード高まります。ちょっと風向きが変わり始めますか。そうですね、まあ、期待に応えてさすがベテランですよ ね、 そうですね、積極的に打っていきました。で、大橋が打ちました。ワンアウト二塁、そこでシダックスの内野陣だけ集まって野村監督はベンチにいるんですが一呼吸入れました。野村監督は打たれてはいるんですが、まだどっかと腰を据えています。ラストの鎌田圭司、まあ、ここでつなげますと上位いきますね。そうですね、まず初球1、2塁間、面白いところだ、ヒットになる、セカンドランナー3塁を蹴る、ライトからのバックホーム、いや止まった止まった止まった、まあ、今止めていいんじゃないですか。一三塁で、はい、ですか。まだ4点差ありますんでね、やっぱりチャンスを、ね、はい、チャンスを広げたが、なるほど、結構今日の試合何度かいい当たりが正面だったのがあったんですが、です、ね、はい、これはいいところ、ちょうど真ん中でした。今やっぱり積極的にどんどん打っていってますんでね。なるほど、
さあ野村監督ちょっとスダックスサイドもこの雰囲気を肌で感じてるでしょうか。まあ、やっぱりこう坂田君のリードですね、やっぱり初球から来てますので、まずボールから入ることが大事ではないかなと思いますけどね。初球の入り方ですね、はい、トップに戻って佐野、この佐野もワールドカップ代表候補選手。シダックスも一三塁厳しい前進守備敷きません。まあ、やっぱりここは1点やってもですね、はい、体勢に影響ないですから、やっぱりゲッツーで行くところですよね。アウトカウントを増やしたいと、はい。まあ、ここで逆にヒットで続かれると苦しくなりますよね。そうですね。初球はスライダー外、しかしやや高めでした、はい、今ちょっと見逃しましたけど、はい、積極的に、まあ、佐野君打ってほしかったです ね、 今ね、ちょっと甘かったですもんね、はい。坂田の方も初球様子見という感じもなかったんで ね、 そうですね、やっぱりストライク取りきてますんで、はい、野間口を叩けるか、はたまた野間口踏ん張るか。一三塁とピンチ、野間口はこのピンチでこれが今日の100球目。いい当たりが続く、トヨタ自動車タイムリーが飛び出します。5対2。分からなくなってきました。まっすぐ待ちだったんでしょうか。そうですね、ですから逆に先ほど言ったようにですね、もっとボール球を使った方がいいと思うんですよ。バッテリーがね、はい、今どうしてもストライク取りに行ってますんでね、揃えちゃってますからね、はい。さあこれでまた今度は高知県人の萩原投手。そうですね、一応ピッチングコーチですので、ピンチになりますと萩原コーチが、はい、言ってますね、はい。まあ、一応現役選手登録はしているんですが、はい、まあ、ほとんどコーチ選手ですね。さあそのアドバイスが野間口を立ち直らせるのか。ちょうど100球を投げました。この回ホームランも含めまして4本のヒットが続いています。バッターの白石君ですけども、はい、打ち取られてますけども、はい、いい当たりしてるんですよ ね、 ですから、野間口唯一なんていうんですかね、はい、タイミング合ってる、なるほど、バッターですから期待できますね、はい。さあ平石、今もうストライク取りに行ってますよね。なるほど、はい、外したわけじゃないですね、じゃないですね、この雰囲気にここまで好投を続けてきたシダックスバッテリーも飲み込まれてしまってるんでしょうか。8回の裏、不運球を告げてきました。夏の甲子園の悔しさを今晴らす時が来ました。平石、もう上げてしまった。セカンドフライ、インフィールドフライになりました。今のボール球ですね、ここまで合っていただけに。そうですね、ちょっとあれですね、もうちょい見極めてほしかったですね。逆に合っていたぐらい選手をじっくりって欲しかった気もしますが、はい、2アウト。しかしまだチャンス続きます。2塁1塁、補強選手の渡辺悟、まあ、都市対抗はやっぱり補強選手が活躍しますとやっぱりチーム活気づきますんで ね、 そうですね、ここは期待したいんじゃないですか。はい、広瀬監督も3番4番に補強を加えたラインナップ。初球これも打ち上げてしまう。センター大丈夫か、見えてるか、手を挙げた、見えている。2者残塁、しかしこの回水谷のホームランと佐野のヒットが飛び出してトヨタ2点を返しました。第2試合8回終わって5対2です。シダックスペースだったこの試合、8回の裏トヨタがホームラン1本を含めた4安打を集中、2点を返しました。5対2です。さあ今度はシダックスがまた突き放せるか、はたまたトヨタが追い上げムードのまま9回の裏に行くのか。もう1点もやれないというトヨタ自動車です。そのトヨタの方ですが選手が変わりました。まあ、シダックスの最後の攻撃をなんとかゼロで切り抜けたいということでバッテリーが揃って変わっています。
まあ、代打でヒットを打ちました大橋がそのままマスクをかぶって、そしてマウンド上ここまで長いイニングで放ってました4回からずっと投げていたサウスポーの加藤に代わって3番手こちらも森さん山端からそうですね、はいはい、右のエースですよね、ですね、はい、この鈴木博史です。3年前はこのプロフィール下に書いてあります河合楽器でこの東京ドーム優勝を経験してます、ね、はい、はい、まあ、経験実績十分ですから、うん、ですからね、まあ、広瀬監督最初から、はい、まあ、もうちょい萱岸君を、まあ、持たせたかったんでしょうけど、なるほど、もともとこの系統は考えてたんじゃないですかね。ですか。キャッチャー見失ってます大橋、完全に今は、うん、そうですね、行方が分かりませんでした、はい、まあ、これも考えるっては変わったところに打球が行ったと、はいはい、前キャプテン大橋がこの回から代打、そのままマスクをかぶってます。マウンド上が鈴木、打席が藤沢、いずれも都市対抗優勝を経験した2人が優勝した時と違うユニフォームで対戦してます。そうですね、当たってますね、昨年一昨年とですね。これでもこういった形で選手の移籍というのがですね、はい、最近は珍しくなくなりましたね。そうですね、まあ、ちょっと寂しいことなんですけどね、まあ、今日は第一試合の前に開会式も行われましたが、開会式では、まあ、伊豆自動車チーム昨年優勝したということで、その懐かしいユニフォームに身を包んで、まあ、これ他のチーム所属している選手は、ね、そんなの変わりませんでしたが、すで、ね、はい、に野球をやめてしまった選手、まあ、社協に専念している方々の皆さん、はい、17名ですか、来てましたね。ですね、優勝旗返還もありました。藤沢は代わった鈴木の前にショートゴロ、まず1人打ち取りました。さあ野村監督、この辺も ID なんでしょうか、随分書類があります、手元に。まあこれ組み合わせ決まってから随分時間もありましたからね。いや、まあ十分研究したと思いますが、それが勝利に結びつくんでしょうか。打席入江、この入江キンデラン、森さん当たってるんですよね。当たってますよね、お、セーフティーバントでもしようかっていうところですが、これはバット引いてます。やっぱり第一先頭ですね、初回の先頭打席でホームラン打ったっていうんで、やっぱ気分よくしてんじゃないですかね。なるほど、はい、リードは3点に縮まってしまったシダックス。まあ、この入江選手も学生時代に肘を痛めたりということで怪我を乗り越えながらも社会人、そうですね、はい、非常にシダックス入ってからは頑張ってますよ。ですね、まあ、左の肘を大学時代に手術した経験がありますが、今年9年目のキャリア。これはストライク、スイングを捉えました。そうですね、ハーフスイングを捉えましたね。球種的には今のは何の今のフォークじゃないですか。ですか、はい、あ、そんな感じでしょうか。落ちてますよね。ですね、球種も多彩です。そして優勝経験も武器に鈴木が投げます。まっすぐ、あのフォークの後だけになんとか当てたという感じでした、うん、そうですね、やっぱり当たってるんじゃないですかね。ああ、まだ当てられるわけですね、はい、あ、なるほど、よくついていってますよね、はい、簡単には凡退しない、はい、その入江に対して5球目、ピッチャー返しも鈴木が体で止めました。ツーアウト、変わってから2人上位打線を退けました鈴木。さあ、ここも狙ってるんじゃないでしょうか。うんと思いますよ、ツーアウトですしね、ランナーないですから、先ほどは右中間スタンドにツーランホームランのオレステス・キンデラ、第一代表決定戦の NTT 東日本の時に、はい、2本打ってましたからね。まあ、
その辺の大事なところでの一発というのはさすがです。先ほども2番手加藤の外の球を右中間へ、これが貴重な追加点となりました。三遊間破って4本目、世界一チームの4番打者は健在です。5の4、力で持っていってますね。そうですね、今ストレートじゃなくて良かったですよね。はいはい、もしストレートでしたら、でしたら、まあ、ちょっとオーバーフェンスかもわかんないですね。なるほど、キンテランはダイソークラーそのまま使います。そうですね、今、はい、だ変えるかなと思いましたけど ね、まあ、9回の裏だけですんで ですね、バッターは途中からセカンドの守備に入っている野口です。今日初めてのバッターボックスの内、一塁側新選組というハッピーに身を包んだ男性と女性、これ始球式もね、確かあの新選組の方がスタッフサイドはね、はい、ここはエンドワン、こちらは淡々とと言いますか黙々と投げてます。ボテボテ、ショートが取ります。一塁へ、ヘッドスライディングも及びません。9回の表シダックス0に終わりました。第2試合9回の表終わって5対2シダックスのリード3点です。一昨年去年と味わわされた初戦の壁を3度目の正直で破りたいトヨタ、3点を追っていよいよ9回最後の攻撃です。そのトヨタの前に立ちはだかるシダックスのマウンド上には背番号18番野間口の姿がありません。昨年こちらも藤沢同様にイススで優勝を経験した岩渕がシダックスのユニフォームに袖を通して初めての東京ドームのマウンドに上がりました。これでも森さんスパッと変えてきましたね。はい、あのやっぱりあの8回にですね、2点入れられまして、まあ完封を意識したと思うんですよね。で、まあ、今後の戦いも踏まえてですね、あの、まあ、リリーフエースということで、はい、抑えのフィルフが岩内に投入したんじゃないですかね。なるほど。ということで8回2失点、野間口は103球で野村監督マウンドを退けさせました。まあ、ある程度勝ちパターンという感じもあります。まあ、石津でも、ね、主戦ピッチャーの一人として、そうですよね、こちらでもあのドームでも主戦投げてますね。堀さん印象としてこの岩渕投手なんかはどの辺良さ特徴ありますか。やっぱり変化球のコントロールが非常にいいと思うんですよね。ですからやっぱり抑えには向いてるんじゃないですかね。なるほど。さあその岩渕にマウンド変わりましたシダックス。岩渕が逃げ切れるかどうか。対してトヨタは4番の青山からこの9回の攻撃始まります。ただこれバッターサイドから見るとですね、はい、先発ピッチャーの野間口変わった、このよしっていう感じになってるかもしれないです ね、今のまあ、はい、カーブというか、あのボールのコントロールが非常にいいんですよね。うん、こちらは先発8回103球を打った野間口、爪見てますか。そうですね、ちょっと気にしてました ね、青山また今年もアーチを東京ドームで描くのか。届かない、あと一伸びありませんでした。広瀬監督も思わず身を乗り出すような当たりでしたがセンターフライ、甘かったんですが、そうですね、もう一伸びですね。岩渕は救われました。ワンアウト、あと2人と追い詰められた三塁側トヨタ自動車。
打席鎌田直樹です。自らのチームでは4番を打っていますが、補強選手に押し出される形で今日は5番。まあ予選の時ですね、逆転タイム打ってるぐらいですから勝負強いでしょうから、ここは期待したいですね。その期待に応えたいこの鎌田。これはストライク。岩渕が一つストライクを取りました。は特に子どもさんの姿が目立ちます。この笑顔があとアウト2つで見られます。今も逆球でした。逆球ですね、今インコース構えてましたね、キャッチャーが。まあ、本当にまだ何球もしか投げてませんが、はい、滑り出しとしてどう打ってですか。逆ですよね。まあ、一人青山選手は打ち取りましたが、はい、まあ、あれも甘いボールだったんですけどね。捉えきれない、藤沢のグラブの中へ。今もややちょっと差し込まれたんですか。そうですね、ちょっとシュート回転しましたね。あ、なるほど、その分差し込まれたんじゃないですかね。いや、食い込んでくるような球でした。さあ、野間口のプロ初で社会人、この都市対抗での初勝利見えてきました。プロ通算1309勝の野村監督、東京ドーム都市対抗本大会初勝利まであとアウト1つ。それに待ったをかけられるでしょうか。広瀬を破っていきます。当たりは良くなかったんですが、豊田のぞみをつなぎます。やっぱりはい、アンダースローというかサイドハンドなんで、やっぱり左バッターは意識してますね。これでもここから左が並ぶんですよね。並ぶんですよね、そうなんですよね。ですから、まあ、ツーアウトですけども、はい、それで今タイムかけていったんじゃないですかね。野村監督出てきましたよ。やっぱり入るかもないですね。その辺は意識してるんじゃないですか、はい、なるほど。お、球審の小山さんにもう交代を告げました。はい、岩渕ですんなりとは逃げ切れませんでした。まあ、野村監督はペナントレースと違ってこの負けたら終わりのトーナメント怖くてたまらないと断るごとに言っていましたが、その怖さが現実となる前に岩渕を感じたか。はい、もう一本続くとですね、ホームランを打ちますと同点になりますので ね、 ですね。ということで左が続くところで左を持ってきました。武田じゃないですかね。はい、3番手ということになります。この武田勝る、立正大学は3スクリーボールを覚えて、はい、投球に非常に幅が出て、はい、予選も、ね、選抜してですね、代表決定戦、はい、5回までですけども非常にいいピッチングしましたね。はい、まあ、中盤まで、まあ、結構ヒットは打たれてランナーを出しながらもね、要所要所抑えましたんでね。はい、まあ、その武田がここでマウンドに上がりました。なかなかすんなりとは勝たせてくれません。そうですね、野間口を8回103球で退けた野村監督、岩渕がランナーを1人残してマウンドから去りました。対して広瀬監督、すんなりと引き下がってしまうのかと思われた8回からようやく反撃開始。豊田らしい攻撃になったんじゃないですかね。やっとですね、はい、果たして追いつくのかと。第1試合では NTT 西日本が接戦に蹴りをつけて9回勝負を取りました。その NTT 西日本が待ちます2回戦、どちらのチームが勝ち上がるのか。9回2アウトランナー1塁です。応援席は総立ち。
ご覧のようにランナー二遊間を破った広瀬が一塁にいます。そして先ほど野間口の完封を打ち砕くレフトスタンドへのホームランを放った水谷です。ホームランも打ってますので左ピッチャーに変わっても変えませんね。そうですね、まあ水谷君、大橋君と連続ヒット打ってますんでね。初球カーブでしょうか、大きく流れました。武田君も初めての、はい、そうですね、ドームなんで、まあ、だいぶ緊張してると思いますんでね。その辺ですよね、はい、初めてのドーム笑顔で締めくれるか武田勝。ノーツーです。これ三田君やっぱり変わってボール、はい、ボールですから、はい、これはまあ一球見逃すべきじゃないですかね。ですか、はい、祈るような面持ちが三塁側で見られます。3年目の正直となるかどうか、初戦突破をなるか。ああ一つ待ちました。今度は行っていいですか。そうですね、はいはい、まあ、このボールが勝負じゃないですかね。この球ですね、はい、追い込まれるとやっぱり厳しいということになるんですか。まあ、打たせるピッチングがうまいですから。なるほど、はい、ストライクからボールのボールに投げますんで。この球捉えたか、センター前に来る、しかし伸びすぎ、最後は黒坂がウィニングボールを使いました。野間口が、そして野武さんが都市対抗野球初勝利、5対2シダイス2回戦出場です。野村監督は最後の最後苦しめられましたが、都市対抗野球本大会初采配、見事に白星を飾りました。5対2初戦の初日の第2試合、シダックスがトヨタ自動車を下しました。おお、ようやく今ピースということでしたが、この後勝利監督インタビュー、野村監督のインタビューをお届けしたいと思います。まあ、すんなりと楽勝かとも思われたんですが、そんな中最後はトヨタも意地を見せました。そうですね、まあ、一番最後も、まあ、いい当たりで、まあ、センターライナーになりましたけどね。そうですね、まあ、ただやはりまあ、ね、先にホームランも含め序盤タイムリーが、ね、ちょっと出ませんでしたが、ね、主導権握りましたよね、はい。まあ、もう少し早くトヨタの絞り球を絞ってですね、はい、攻撃してほしかったですね。反撃が遅すぎましたでしょうか、はいはい。さあ、ようやく笑顔が見受けられました野村克也監督、カメラの前に近づいてきてくださってますので準備ができ次第、小池文リポーターからヒーローインタビューをお届けしたいと思います。プロ通算1309勝の野村克也監督が都市対抗野球本大会初勝利、果たしてどんな言葉を残してくれるんでしょうか。興味深いですね。そうですね、ファンの方も注目しているかと思いますが、それではその野村監督のヒーローインタビュー、準備ができ次第お届けしたいと思います。野村監督が早くもファンのスタンドのファンからの声援にも応えていますが、その野村監督のインタビュー、小池文リポーターです。放送席、放送席、赤いユニフォームを身にまとって都市対抗役初の勝利を収めました野村克也監督です。監督、初戦突破おめでとうございます。どうもありがとうございます。今日は野間口投手が7回まで1安打無失点に抑える見事なピッチングでしたね。まあ、勝因の第一はやっぱり野間口でしょうね。どうしても先行だったもんですから早いうちに 先手が取りたくて、そういう意味では入江とパチェコのホームランが本当に非常に効きましたね。その後も主砲がここで追加点が欲しいというところで打ってくれたんではないでしょうか。まあ、うちの野球というのはやかましく指導しているのはですね、とにかく守ってという非常にこう攻撃型のチームに見えると思うんですけど、まあ、野間口を中心として、守って攻めるという、まあ、そういう野球がある程度できたんじゃないかと。ちょっと8回に野間口ちょっとバテましたけどね。まあ、初戦ですから緊張感もあったでしょうし、本当によく投げてくれました。8
8回の2点には全く動じなかったということですか。いやいや、もう野球はもうゲームセットまで何が起こるか分かりませんのでね、まあ、絶対に油断はできませんし、ましてトーナメントですから9回の裏というのは非常に怖いですね。今回はですね、補強選手の宇都宮投手がベンチ入りしていなかったんですけれども、まあ、彼はちょっとオープン戦で怪我しましてね、足を4針縫っているもんですから、まあ、それはもう抜歯も終わりまして、ぼちぼち練習も始めてますんで、なんとか次には間に合うんじゃないかとは思いますけど。監督は初戦を突破すればこのチームは勢いに乗っていくチームだとおっしゃっていましたが、まあ、多分乗ってくれると思います。まあ、非常に乗りやすいチームですから、まあ、それは次の対戦の非常に期待はしておりますけどね。その次は NTT 西日本戦ということになりますが、まあ、大阪の第一代表ですから当然力もあるでしょうし、まあ、これもまたもういっぺんチームに帰ってしっかり研究してできるだけ具体的に指示を出したいと思いますけど。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。野村克也監督でした。続きまして野間口投手にお越しいただきました。野間口投手、7回まで1安打無失点、本当に見事なピッチングでしたね。そうですね、ちょっと8回は負けたっていうか、ちょっと力入らず、まあ、点取られたんですけど、まあ、ゲームを作れたっていうのでは良かったと思います。今日は自分でも調子がいいなというのはどのあたりから感じ始めたんですか。調子がいいっていうよりも、まあ、立ち上がり3回を0点で抑えれたんで、まあ、それからはまあとりあえず5回までということで自分の中で言い聞かせて、それからは1回1回大事にいこうという感じで、まあ、手に投げることだけ考えました。チームが先制を取ってくれたというのは大きかったんでしょうか。生まれて初めてこういうあんなに緊張したんで、やっぱ初回の先制点というのは、楽になった部分が大きいんで、すごい助かりました。この大観衆の中でのピッチング、気持ちよかったんじゃないでしょうか。まあ、立ち上がりはちょっと緊張しててあまり聞こえなかったですけど、まあ、やっと自分のピッチングができるようになってから、まあ、すごい入ってるなっていう感じで見てて心強かったです。次の登板でも今回のようなピッチングを見せていただけますか。そうですね、とりあえず相手に点をやらないように、勝てるピッチングっていうか、まあ、チームに貢献できるように投げたいと思います。野間口投手でした。ありがとうございました。ヒーローインタビューをお聞きいただきました。それでは快勝しましたシダックス、今日の試合 VTR で振り返ってみましょう。まずはトヨタの方は先発、こちらもエースの川岸を打ち立てたんですが、はい、野村監督もそして野間口投手も言ったように、やはりこのホームランで先点取ったのが大きかったと。そうですよね、やっぱり優位に立てますんで ね。で2回もそうです。先頭のパチェイコバックスクリーンの右へ持っていきます。これで2回で、まあ、このあと2回3回とタイムリーなんかがあと1本出ないところね。そうですね、ちょっとランナーを出してですね。そうですね、雑だったんですけどね、はい、ダブルプレーダブルプレーが続いたんですが、ようやく5回です。キンデランがレフト前のタイムリーヒット、これでサンタレートリードを広げます。そしてそのキンデランが仕上げとばかりにホームランも打って見事なプレーを見せます。入江を一塁に置いて、ここは森さんから絶対狙ってるというところだったんですが、そうですね、まあそういう打撃っていうんですかね、やっぱりシングルというかヒットを狙うときとホームランを狙うとき、はい、はっきりしてますんで ね。キンデランは今日4安打でした。トヨタの反撃はようやく8回に入ってからです。下位打線、水谷のホームランで勢いづきます。大橋が代打でツーベース、そして鎌田も1、2塁間を破ります。トップに戻って3のタイムリーが飛び出して3点差。どうでしょうか、このところでもう1ここです。そうですね、ワンアウト1、2塁でその後がね、後続でね、はい、通常の中だったんですかね、で最後は結局センターフライということで試合終了となりました。ご覧のようなスコアで5対2、トヨタ自動車をシダックスが振り切って2回戦進出となっています。